はい、皆さんこんにちは、レクセニー講師の赤木です。それでは合格等の作成講座の民法第1回始めていきたいと思います。まあ、1年目から引き続きの方、それから2年目から合流の方ね、どうぞよろしくお願いしたいと思います。で、1年目の講座と比べましてね、この2年目の講座は結構ね、物量的にも負担が大きいね、そういう感じになってくるかと思います。まあ一応皆さんね、この答案作成編、一応ライブでね、来られる方も結構いらっしゃってますけれども、ライブで、来られる方結構夜の10時までね続いていくと、まあ、いうこともありですね、なかなかまあ途中ちょっとこう疲れたってね、なることあるかもしれませんけどもね、ちょっと、まあ、聞き逃したりとかね、そういうこともあるかもしれませんので、まあ、録音とかね、撮るのはもちろんご自由にしていただければいいかなというふうに思っております。はい、早速ですけども、まあ、一応2年目講座ということでね、まずは使っていくこの、テキストですね、それの確認していきたいと思いますが、まずもうね、主として使うのはこの問題集というふうに思ってください。皆さんのお手元には定義集とか論証集とかね、そういうのがまあ、あるかと思いますけども、1年目の僕のね、なんとなくの講義のね、スタイルからしても、論証集？ん？定義集どう？ね、そんな感じになるだろうというのはね、予測つくかなと思いますけれども、基本的には、優先順位としては1年目のテキスト、これがもう最優先ね。そこで勉強した方は1年目のテキストにも復習戻っていくという感じにしてください。で、1年目まだね、受けたことないや、2年目からやっていう方は、講義編っていうのがね、この合格の作成講座にありますので、まあ、講義編のテキストも、コンパクトにまとまってますんで、まあ、そちらの方に戻ってね、苦手の箇所のチェックとか、そういうのしてもらったらいいかなというふうに思います。それでもまだ時間に余裕があれば、まあ、定義集論証書入ればいいですけどね、ちょっとオーバースペックなんでね、その点、まあ、はっきり言ってやっぱりね、そこにまあ行くまでの時間とかは余裕がないかなというね、そういう感じがするので、まあ、基本この問題集と、それからまあ毎回配布することになるこのレジュメですかね、それと自分の答案構成の、ね、ノート、まあ、そういったところを、ね、確実に毎回持ってきてください。あと6本も、着実に、ね、持ってくるようにしてくださいね。毎回ね、結構引くことも多いかなと思いますんで、この6本はね、まあ、判例6本でも結構ですし、判例付きじゃない6本でも結構ですけれども、まあ結構ね、過去の受講生見てたら、2年目から判例6本使ってるという方結構いらっしゃいますんでね、まあ判例6本使って、択一の勉強もついでにやろうっていうね、そういう感じで使っている方は結構いらっしゃるかなというところではあります。はい。ということで、まあ毎回ね、一応とりあえず問題集。それからまあ一応レジュメはね、毎回の講義範囲を想定して作ってはいますけれども、若干ちょっとこう積み残しって言ってね、今回やったら16問目までレジュメ用意してますけれども、多分13か4ぐらいでね、止まるかなと思うんで、まあ、その場合はまあ前回のレジュメをちゃんと持ってくるっていうね、そういう感じにしておくといいかなと思います。はい、さ第1回ではあるのでね、まあこの講義どういうふうに進んでいくかとかね、そういったお話もちょっとしていきながらやっていきたいと思いますが、基本的には私のね、この2年目講座についてはどういうふうに初見で問題解いていくかっていうね、そこを重点的にお話します。僕がもし初見で問題見たとしたら、どういう頭の使い方して、で、どういう風な答案構成作っていくかっていうね、そういう感じです。で、答案構成っていうのは、まあ、答案、書き始める前の手控えのメモみたいなね、そんなものではあるんですけれども、まあ、答案構成ちゃんと作れてれば答案は書けるんでね、そういった感じで、とりあえずもうきちんとと言いますかね、ある程度答案が作れるメモですね、これをまあ使って、作っていくというね、こういう感じにしていく予定にしております。で、なんちゅうかな、答案論文どう書けばいいかっていう話ではあるんですけども、考えた通りに書いたらいいのでね、じゃあ私のクラスは基本的には考えた通りに書くというね、そのスタイルで、まあ、ほぼ論文が出来上がっていきますんで、まあ、そこのね、考えた通りに書くというね、そういう意識で毎回問題ね、解いてもらえたらいいでしょうし、私の講義もね、聞く時も、まあ、どういうふうに考えて、まあ、答案の前段階までね持っていってるのかというのを見ていただければいいかなというふうに思います。で、実際にまあ時間内で書くとなるとまた別の問題もね、生じてくるんで、もし余力があるというか、やってみようという方は毎週ね、1問から2問ぐらい実際に答案かね、60分やったら60分で時間計って、答案作ってみると、どの問題でも結構です。 A とか B とかね、ランク指示してますんで、まあ、A の問題がいいかなというふうに思いますけれども、まあ、A 問題なんかをね、ちょっと答案作ってみようで、参考答案というか、まあ、一応回答例ね載ってますんで、まあ、それと比較して、ああ大体一緒だなとかね、ちょっと違うなとかね、そういうのをまあ一応比較してもらえたらいいんじゃないかなというふうには思います。で、第1回ではありますので、まあ、一応問題の解き方ですね、そこを踏まえて、問題解いていくという感じにしたいと思います。お手元に、論文の解き方集というね、こういうレジュメですね、申し込み済みの方にはもうねすでにお手元にあるのかなと思いますので、それの、民法に関しては5ページ目ですね、そこに一応
どういう解き方していくかというのをまとめております。まあ、1年目で私のクラスで、ね、入門講座を受けていただいた方には、まあ、ほぼほぼ、入門のレジュメの解き方のところを、ね、書き写しただけという、ね、そんな感じですので、まあ、どうせコピペしただけだろうという、ね、そういうふうに突っ込まれるのは分かってますけれども、まあ、そういったまあところではありますが、まあ、この5ページ目ここに、民商法の問題の解き方ですね、これを載っけてます。一応科目別のノウハウ、それと全科目共通のノウハウというのをね、一応この、解き方集には、一応載っけてます。で、これから先皆さんね、講義受けてる中で、あ、この、ノウハウちょっとパクロとかね、そういうのあればどんどんここに書き込んでいってください。で、メモとか、ついて、メモというね、空白のページね、あったりするところももちろんありますし、あるいはこれバラせばいくらでもルーズリーフね、追加できますんで、まあ、そういった形でノウハウ集ね、これしっかりとね、作っていただければいいのかなと。で、民法の問題の解き方ね、商法も共通ですけども、5ページちょっとね、ご覧いただければいいかなとは思うんですが、手順として、まずは、人間関係図と時系列、これは正確に作るというね、もうそこから始まっていきます。まあ、人間関係図のね、作成のところで A と B ひっくり返したとかね、この致命的なミスになりますんでね、正確に A、B、B、C、C、D とか出てきたらどういうことがあったかというのをちゃんとね、記録しておきましょう。で、その上でもう手順2、3のところですね、ここでも勝負決まります。まず原告の立場で言いたいことを考えてください。まあ、民訴を学習した方向けでいくと、もう訴訟物ですね。原告の立場でまず訴訟物、これしっかりと特定して、で、その要件が充足されるかの検討に行く。で、ほぼほぼここでまずね、合格不合格の半分ぐらいがね、分かれてくるという感じですね。初っ端のこの原告の請求やその要件のところでミスっとったら、もうはっきり言って合格ともおぼつかないというふうに思ってください。で、その上で次に被告の反論ということで、その被告の反論が適切に検討できているかどうか。ね、大体は抗弁と言われるものを、ね、検討することが多いですけれども、まあ、被告の反論とその要件検討という、ね、そこで、まあ、次の検討していくよとこう思ってください。で、皆さんも、ね、今後まあ一応いろんな参考答案とか見るときもそうなんですけども、まずは自分の、ね、答案で請求原因といいますか、原告の請求とその要件間違ってないか、被告の反論とその要件間違ってないかと、ここで間違ってないかの確認をね、するようにしておいてください。で、そこで間違ったらもうね、どうしようもなくなるんで、ほぼほぼそこで勝負が決まると。で、どんなことが言いたいのかな、どんな反論したいのかなが見えてこないときは、当事者の立場で言いたいことを考えてみてください。ここが結構突破口になることが多いのでね、当事者の立場で言いたいことを考える。で、まあ、最悪ね、出てこなかったら条文、非一生懸命探すというのももちろんあり得ますけれども、まあ、当事者と条文というところでね、原告の主張、被告の反論、これをね、的確に捉えていくようにしていきましょう。はい。まあ、そんなところをね、どんどんやっていければ結構で、再反論以下に入っていくのはそんなに多くはね、ないかなと思いますんで、もう原告の請求、被告の反論、ここで勝負が決まると。で、勝負が決まる、その2としてあるとしたら、要件をちゃんと網羅できているか、ここです。で、要件、必要な要件が6個あったら、6個ちゃんとちゃんと検討できているかどうか、これ大事なところでね、まあ条文にのっとって考えたら落とすことはないと思います。やっちゃいけないのは論点何という探し方をすることです。これでいくとほぼほぼ問題をね、歪めてしまう可能性がありますんでね、原告の請求、被告の反論、これを検討する中に解釈論という論点あれば適宜触れていくという感じでね、メインは原告の主張、被告の反論なんだというね、そういう意識を持って問題検討するようにしていってください。はい。まあ、ここの手順のところね、毎回毎回、まあ、ちょっとね、詰まったたんびにまた見ていただいたらいいかなというふうに思いますけれども、まあ、ここのね、手順に書いてあるところね、よかったらね、また復習時にチラチラとね、最後まで見ていただいて、あ、入門の時こんな言っとったなとかね、そういうのをね、思い出していただければ結構でしょうし、まあ、2年目のね、講義の中でも、まあ、そういった、ノウハウのところもう一回言及したりということもあると思いますんで、まあ、ここのノウハウ、あ、足りてないなというところはね、自分でマーカー引いたりとかしてね、ちょっと補充していただければいいかなというふうに思います。はい、あと、まあ、ここにちょっと書き込みしとけばよかったなと思ってたんですけどもね、民法の問題の半分は物件的請求になります。物件的な請求か債権的な請求かという、大体もう民法の問題はね、どっちかになります。で、物件的請求が出ると、まあほとんどの受講生とかほとんどのね受験生は困った困ったというね、こういう状態になります。で、何が困ったかになると、反論がこれあらかじめインプットしとかないとある程度出てこないんですね。被告の抗弁、典型的な4抗弁ということで、まあ、もしよかったらね、ちょっと、書き入れとってもらったらいいんですけれども、物件的請求、はい、もうそこにね、もう書き込みしとってもらったら結構ですけれども、典型4抗弁、これがあります。
で、この中から分かんないときには選んでください。もう問題文から見て、ああ、これだなっていうのはね、分かるときはそれでいいんですけれども、もし分からなかったら、物件的請求の反論、この4つから選ぶと。大体は、この4つのうちのどれかになると思ってください。1つ目、所有権喪失。2つ目、占有権限。3つ目、対抗要件。4つ目、留置権。はい、物件的請求の典型要項弁と書いておきましたけれどもね、ここはもうあらかじめインプットがしとかないと現場で出てこない、ね、そういうことは多いかなというふうに思います。まあ、物件的請求が出てきた原告の請求ね、原告所有、被告占有と、まあ、そこから入っていくわけですけれども、その要件クリアしたぞと。じゃあ次、被告の反論と。まあ、いうことで、その中で何があるんだろうと。まあ、この4つの中のどれかになるね、そういう問題がもうほぼですね、それ以外にあるかっていうと、まあ、ちょっとね、一部なくはないですけれども、まあ、基本的にはこの中の4つだと。で、特に忘れやすいぞっていうのが一番下です。留置権というね、これはどうしても担保物件という頭がありますんでね、なんとなくこの物件的な請求の主張反論で作るというのはちょっとこうね、出てきにくい人が多いかなという気がしますけれども、まあ、ミスはしていいんです。皆さん今、ミスを恐れないでください。今は皆さん練習の時期でありますんでね、練習の時期はミスってなんぼです。で、ミスって痛い思いすれば次ミスらないようになりますんでね、いきなりこうね完璧にやろうんだよそんな思わないでくださいね。もうミスっていいんだと、本番でミスしないために今ミスしとくんだとこう思ってくださいね。なので今のミスはどんどん恐れずに、ああ忘れた仕方ないね、この4つのうちのどれかという意識が薄かったんだなとかね、そういう感じで、まあもうもしミスったとしたら、なんでミスったかなというのをね、考えてもらったらいいと思います。まあ大体民法の物件的請求で詰まるとは、この被告の反論でね、ここで、ちょっとここを思いつかなかったとかね、そういうのが多かったりしますんで、そういう意味で、まあここのちょっと物件的請求の4項弁というのはね、あらかじめちょっとインプットしておいた方がいいかなというふうに思ってください。はい。まあその他、いろいろとノウハウありますけれども、必要に応じてまた5ページね、復習時に見ていただければいいかなとね、体験、今日のね、体験クラスの方はちょっとね、お手元にないね、レジュメで申し訳ないですけれども、一応申し込み済みの方はこのレジュメの5ページ目ですね、これ民商法で、他の科目もね、どんどん載っけてますんで、またよかったら見ていただければいいかなというふうに思います。はい、早速、問題検討ということで、第1問ですね、そこから進めていくことにしましょう。はい、民法の第1問目ですね、そこから、見ていきたいと思います。はい、まあ一応、旧司法試験の問題、が出てきたときには一応60分で解くというね、そういう感じを持ってください。答案化含めて60分です。で、大体答案構成はその4分の1から3分の1で終わらせてください。なので、まあ1問あたり15分から20分ですね。まあ早ければ15分でなんとか答案構成終わりきってね、それで次の問題行くという感じにしてもらえたらいいかなと思ってください。はい、早速、第1問ですね。一応問いが1、括弧1、括弧2と長いんでね、こういう時にもう上から読んだ方が早いというふうに思ってください。結構これ問いから読むというね、短い問いであれば問いから読んだ方が、一応その視点ですよね、誰の目線で考えたらいいかなとかね、そういうヒントがあったりするんで、問いから読んだらいいんですが、今回のような問題も上から行くしかないなというね、こう思ってください。で、問題文ね、問題文見てて気づくべきポイントとかがもう結構あったりしますんでね、その辺もまた、この講義の中でお話していきたいと思います。はい、まずは上から見ていきましょう。現在90歳の A、80超えたあたりから、まあ、ボケ始めてるというね、こういう状態になってました。で、画商の言うままに、自理弁識能力書いているときにということなんで、もうこれは、意思無能力ということですよね。意思無能力なので、もう条文番号で書いておいてもらったらいいですね。3の2と。まあ、条文番号出てこない方は、意思無能力と書くしかないですけどね。意思無能力というふうに書いちゃうと、もう手控えのところで時間かかりまくるんで、ね、私は条文番号でどんどん分かるやつも入れてしまうね。そういう感じにしています。まあ、条文番号の勉強もこれからしていこうとね、こう思ってください。はい。で、言うがままに500万。で、売却 S ですね。セルで売買がなされて、履行もされてますんで、引き渡し等も済み。住みか、未了かですね。これも一応情報としては入れといてもらってもいいと思います。はい。で、この状況下で問いの1、問いの2と。で、1番括弧の1。A は B に絵画を戻して500万の返還請求できるかという問いで、
問いは非常に優しいですね。 A から B に500万の返還請求できるかからまたもありますね、また B に高絵画を800万で購入したいとか客が現れた時に B の方から絵画の返還請求できるか、はい、返還請求の返だけ書いておきます。はい、これが問いの1と。で、もうこの辺も問題ね、読んで、いろいろと自分の中で、答案書くイメージも持っておいてくださいね。今回の場合、括弧1、括弧2、2と3問ある。で、さらに括弧1の中に2つあるということは、1問あたり1ページも書けないぞと。答案用紙はこの司法試験の問題であれば、予備試験であれば4ページで終わりですからね。で、4ページで終わり、1ページ以下でまとめなきゃいかんなという感じのこうね、分量もそんなにたくさん書けないなと、まあ、いうこともね、意識してください。で、分量そんなに書けないことは、基本的にはもうコンパクトにどんどん書く。ね、原告の請求とその要件、充足されていることを淡々とね、できるだけこう無駄なく書いていくというところが必要になってくるんだと思ってください。はい。まずは行きましょうか。A の B に対する請求なんでしょうということで、500万返せ。条文の根拠はこれは現状回復請求権ですね。これは意思無能力の無効を理由として売買が無効であるとして代金500万の返還請求すると考えられると、こういう感じですよね。はい。で、その際ですけれども、まあ一応問いは絵画を戻してとね書いてありますので、絵画との同時履行ですよね、絵の返還との同時履行ですね、絵の返還との同時履行、これも一応認められるんですよね。絵の返還との同時履行。いいですかね。現状回復請求権。物の返還請求権ですね。同時履行の公弁権は総務契約の領裁権を想定しますけれども、こういった同時、現状回復請求権についても同時履行の公弁の適用はあると。したがって、この、絵画を戻しての代金500万の返還請求は特に問題なく認められると。まあ、あっさりで終わりです。いいですかね。答案としてはもう5行6行ぐらいで終わっても全然結構ですんでね。それぐらいの短いね、感じでいいです。私の準備会もこれで終わり。私だったらですよ。私だったらこれでもう答案、あとは書き始めれるかなというね、そういう感じになるかなと思います。まあ、原告のね、B に対する返還請求の根拠は 121-2 ですね。現状回復請求権、121-2 の1項であると。その要件としては、契約が無効。だけども、本件は意思無能力と言えるので、契約が無効となると。3-2。ね。そんな感じで、原告の請求終わり。で、これに対して被告の方からは、絵画との同時履行の公弁権、絵画の返還との同時履行の公弁、これがあり得るけれども、まあ、これも認められると。したがって A の絵画を戻しての500万返還請求が認められることになると。まあそんな感じのね、文章化するとそういう感じで書けるかなというところです。はい。じゃあ次 B から返せということで、この根拠条文はというと、これも 121-2 ですよね。絵画の返還請求と。で、B としては意思無能力の無効を理由に言いたいんだけども、ここにちょっと解釈がありましたね。B の方から言えるかと。これは言えなかったんですよね。あくまでも意思無能力の無効は、表意者保護を趣旨とするので、表意者側から言えるだけだということで、この 3-2 の返還請求はできないと、まあ、いうことでね、結構かなと思います。はい。もうメモとしてはこれぐらいで、私は終わりですけども、皆さんはね、もう少しちょっとね、書かないと不安だという、最初はそうだろうと思います。いきなりそんなね、綺麗な答案構成書けないぞということは多かったりすると思うので、まあ、最終これぐらいのコンパクトのね、もう図でも終わり、ね、それでも全然自分さえ分かればいいんでね、自分さえ分かれば OK なので、それぐらいのコンパクトな答案構成作れたらもうそれで OK だぞというふうに思ってください。はい。じゃあ、括弧の2に行きましょうか。はい、この括弧の2。A が B に500万返す前に A の攻めに帰すことできない自由で絵画が消滅していた。で、A の B に対する請求認められるか、反論考慮せず論ぜよということで、まあ、請求と反論とちゃんとね、検討しながら考えていきましょう。はい。もちろんこれも A の B に対する返還請求の根拠は、121-2(1)になりますよね。で、意思無能力の無効と。いうことで、500万の返還請求は、とりあえず、請求原因としては揃っていることになります。
ですかね。まあ、この辺民事訴訟法の発想も民法に取り入れられていいですけどもね、とりあえず訴訟物としては原状回復請求権で、その請求原因として必要最小限の事実は揃っていると。あとは全部反論なんですよね。で、B からの反論を次検討したらいいよということで、 B からどんな反論あるでしょう。解が返せというのが B から言いたかったんですけども、絵の変換が無理だったらどうしたいですかね。絵の変換請求無理だったとしたら、当然のことながら価格賠償、お金でというのを言いたいところになるはずです。絵を返せ、これが無理なんですよね。まあ、ここに条文も入れといてもいいでしょう。絵の返還義務、物がなくなったのでいわゆる履行不能です。履行不能なので絵の返還義務との同時履行、これは無理だと。そうなると B としては原状回復ですからね、物が無理ならば金だというふうになるはずで、まあ、これは一応あり得るとこう思ってください。はい。で、あとはここの条文の操作ができるかどうかっていうところでね、価格賠償ももちろん根拠としては121-2の範囲です。いいですかね。絵の返還請求という121-2の元の請求あるけども、それが無理ならば原状回復ということで、絵の代わりにお金。やっぱり121-2による請求だと、こう思ってください。ただ、A が90歳というところを考えると、ここですね、121-2の3項現存利益で変換すれば足りると、こうなるはずなんですね。はい、121-2の第1項で原状回復の義務ありますよね。相手方を現状に復させる義務を負うと。で、ここの中身としては基本的には受け取ったものを返すというのが原則であります。で、受け取ったものが返還無理だったら、お金で返還請求というのも当然包含していると、こう考えるわけですけれども、その場合でも、3項ですね、制限行為能力者とか意思無能力者、現に利益を受けている限度、さあ A さんのところに残ってますか。博打で吸っちゃったら、これはもちろん現存利益なしと、こう考えましたよね。生活費で、ね、使ったんだったら、これは自分の生活費、他のお金、支出を免れたから利益残ってると、まあ、こんな感じで考えたんですけども、これ燃えてなくなったら手元にもうなくなってます。博打で吸ったのと同じぐらいの状態ですね。なのでこれ現存利益なしと。はい、現存利益なし。なので500万の返還請求できるという結論でいいと思います。こういうふうに、ね、進めてもらえたらいいかなと思います。いいでしょうか。で、ここの今日、まあ、問題第1問目で、できたところでありますけども、ここ物の返還請求をして、その物が返還無理だったら金でと、こういうふうに流れることはめちゃくちゃ多いのでね、物がダメなら金っていうね、こういうふうな感じの被告側の反論ですよね。よく出てきますね。物が無理なら次は金だとね、そういう感じの反論、まあ、そういう展開というのもね、少しちょっとまあ一パターンにはなっちゃいますけどもね、物があるんだったら物で返せ、物が無理なら金で返せと、まあ、これも現状回復の 121-2 の中身であると、まあ、いうふうにね、思っていただいたらいいかなと思います。はい、ということで括弧の2も以上でおしまい。結局答えとしては返還請求できるというね、そういう結論で終わりかなと思います。はい、続けて2番。エビカの契約履行後に A について成年後見の開始ですね、これがなされたという前提になります。はい、ちょっと右上の方に進めていきますけれども、2番、A に7条ですね、成年後見ですから7条ですね、7条の成年後見開始の審判がなされたと。で、AB 間の売買契約に関する C による取り消し無効追認の可否と。はい、取り消し無効主張追認。はい、ということで、まあ方法も限定してくれてるんでね、あとはその要件検討したらいいだけです。
取り消しの要件は9条ですね。9条見てください。要件満たすかどうかです。あ、1個いらんかった、ごめん。9条。はい、取り消すのは成年被後見人の法律行為ですよね。これ入門でちらっとだけ多分1回目か2回目ぐらいでお話したんかなと思うんですけどね、成年被後見人の法律行為ですから、成年被後見になってからの法律行為というふうに理解してください。いいですかね。成年被後見になる前の法律行為はこの文言に当たらないはずなんでね、成年被後見人の法律行為という文言から無理です。ということでペケですね。文言上無理、こうなるでしょう。じゃあ次、無効主張ということで、無効に関しては 3-2 からいけますよね。ただし無効はいつでも誰でも言えるとは言うものの、 C が言うっていうのはどういう立場で言ってるんでしょう。後見人として言うんですよね。後見人として立場がありまして、代理権、包括的代理権ですね、これに基づき無効主張だというふうに書けると、これはプラスです。いいですかね。まあ一応最低限 3-2 で無効主張で、これを無効主張は表意者側であれば誰でも言える、ここまでいったらもう OK です。で、表意者側であれば言えるよ、で、C は表意者側だからいける、これでもまあギリギリ OK ですけどね。可能ならばその根拠条文ですね、表意者側のどういう立場というと代理人ですよね。包括的代理人として主張できると。で、このマニアックであるんですけども、成年後見の859、親権者の824、この2つの条文ね、法定代理権ですけども、この2つの法定代理権の条文はすぐに出てくるようにしておいてください。824と859、この2つね、これは結構重要な法定代理権の条文だぞということで、法定代理人として言えるというね、そういうふうに思っていただいたらいいかなと思います。はい、じゃあ次、追認。これ無効な行為の追認ですよね、今回ね。なので119条文の要件検討しよう、こう決めてください。で、119、無効な行為追認によっても効力生じない、あら、追認しても効力生じずですよね。これが本文です。でも正し書きもあるから念のために見とこう。正し書き、当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは新たな行為したものとみなすということで、これを後見人版で当てはめるとどうなるかですね。後見人が無効であることを知って追認した、新たな行為をした、新たな契約をしたというのとみなされると、これなんかいけそうな気しません？後見人が確かに無効だよと知って追認したイコール後見人自身が売買したのと同様と言えるということで、正し書きに当てはめするならば効力生じるという結論で落ち着くのかなと。で、今やったのはどういうスキルかというと、鉄塔鉄尾条文にかじりつくという、こういう方法です。困った時はこれが一番強いです。なんかよ、何書いていいかよくわからんという時ね、条文にのっとって条文からするとこうだと、これで一応守りの答案とよく言いますね。攻めの答案ではないかもしれませんけれども、条文上必要なことを書いたよとね、正し書きに当てはめると、後見人が、まあ、無効であることを知って追認したということは、後見自身が売買したのと同視できると返されることになると、したがって売買は有効なものになるというふうにね、書いてもらったらいいかなと思います。はい、ということで、鉄塔鉄尾条文にかじりついてです。困ったらそれで OK ですね、条文にのっとって、まあ、文章化すればそれでいいんじゃないのという形になるかと思います。はい、ということで、まあ、回答例が出来上がっております。回答例見るときね、一言一句真似しようとかそんなふうにしなくて結構なんでね、まあ、とりあえずまあ A の請求がこういう請求だよという請求の中身示してますね。まあ、最初なんでちょっとゆっくりめに参考答案見ておきますけれども、4ページあのところですね、前段についてというふうに書いてあります。まあ、A は B に対して無効に基づく原状回復として請求することが考えられるということで、ここに書いてあるのは訴訟物と言われるものですよね。原状回復請求としてっていうね、こういうふうにまあ請求の中身、根拠ですよね。この辺をちゃんとまあ書くというところがまあ必要なのかなと。で、あとは要件が無効な行為
ですよね。それが要件だと。で、無効として3条の2ですよね。意思無能力者で無効だよと。したがって、現状変換請求できる。というね、そういう結論を連ねていただいたら結構で、まあ実際文章で書いたら、僕だったらこのあからいまでね、多分5行ぐらいで終わりです。とりあえず、意思無能力者のやった行為は無効である、カッコ3の2と。で、従って、無効行為に基づく給付として、500万円の返還請求することが考えられる、カッコ121の2の1個ですね。そういう感じのも非常に短いね、文章でも全然 OK だよというふうに思ってください。はい。で、逆に講談はというと、B からの無効の主張だよ。で、まあ B からの無効が可能か主張か、B からの無効主張が可能かどうか。まあ、ここが、まあ、いわゆる解釈論ですね。括弧の2番の E。ね、ここの解釈論を書いて、表意者側に限られる。従って B からは言えない。というね、そこを当てはめしてもらったら、最後、答え。返還請求できない。というね、そういう答えになっていくよと。はい。ということで、まあ、原告の請求、被告の反論とも、ここを考えていくだけ。というね、ただそれだけの、ね、作業を、まあ、して、あとはそれを文章化する。というね、そういったことができるようになってきたらいいぞ、というふうに思ってください。はい。まあ、2番のところもね、一応書いておきますけども、2番のところも、まあ僕だったらもう少しね、原告の請求から書くかな。原告としてはね、無効を理由に現状回復請求すると考えられると。まあいう感じで、カッコの1終わらしてね。で、カッコの2。まあそこに入っていくでしょうね。B としては、価格賠償との同時履行主張することが考えられると。まあこういうふうにね、書いてます。まあこれでも全然 OK です。はい。ここですね、物の返還不可能なので価格賠償として現状回復請求すると考えられると。で、問題はここですね、現状、現存利益に限られる。で、現存利益が本件ではないぞ。従って返還、への返還に代わる金の返還、これもできないと。まあそういうふうにね、流れていただいたらいいのかなというふうに思います。はい。まあある程度書けてますんでね、この参考等はそのまま使っていただいてもいいかなというね、そんなところですが、最後のまあ追認の可否のところね、3番括弧の1、2、3、まあここは122条の類推というね、そういうのをやってますけれども、別にこの筋じゃなくても、さっきやったように119にかじりつく。これでも OK です。そこはいろんな解がありますんでね、119でかじりついたって第1回考えた人は、それ全然 OK だよと、こう思ってください。で、122の類推もまあ確かに一つあり得ます。だって追認ね、取り消しうる行為を追認できる以上、無効な行為の追認もあっていいじゃないかってね、そういうことで、まあ122の類推、わからんではないかなという気はせんでもないですけれども、まあここはどっちも OK ですということでね、どちら書いていただいてもまあもちろん丸が来るかなというふうに思ってください。はい、ということでまあ第一問、かなりゆっくりめにしましたけれども、まあ第一問だからというふうに思ってください。はい、ここから若干スピードアップをね、していく感じになるかなと思います。はい、2問目。はい、行きましょうか。はい、このあたりから。どんどんスピードアップしていきます。まあ、問いが一番最後の A のかかる請求認められるかということで、まあ、どんな請求かわかりませんので、原告の請求わからないときは、物件再建どっちとかね、そういう視点持っとくようにしててくださいね。原告の請求、物件的請求、再建的請求、両方の可能性もあるんでね、物件再建両方可能性あるぞというね、そこは意識しながらね、行きましょう。はい、上から行きましょうか。A、17歳。親の同意を得ないで B からバイクを購入したと。はい、こう書いてあります。はい。どっからお金出したんだとか、そんな心配しないでくださいね。とりあえず突っ込みどころとしてはね、なんでこんな未成年がバイク買うお金持ってんねんってね、そんな感じの突っ込みあり得るかもしれませんが、そこは置いときます。はい。で、その際 A は、未成年であることを否して成年者のような素振りをしたと。これ、条文で気づいた方、詐術ですよね、いわゆるね。いいですかね。あ、詐術だ。と思ってください。で、条文番号まで出てきたら非常に素晴らしいです。はい、成人のふりをした。他方で B は、ああ、高校生だなと。もう見破ってたっちゅうね。そういう感じで、B としては、見破ってたけど、まあ金が入るならいいやっていうことで、まあ売り渡したと。はい、その後しばらく乗り回していたが、事故を起こして使用不能にと。はい、バイク不能になっております。で、6年後取り消し。はい、未成年取り消しだから5条ですね。この辺も取り消しの条文、そういや5から4条置きだったなとか、入門時に取ったなというね、思い出していただけると嬉しいですけどね、5、9、13、17ですね。高位能力制限の取り消しは5、9、13、17ですね。今回未成年だから5条の2項をですね。ただしこれ6年後と、ん?と思ってください。もうこの辺6年が来ると時効
というね、それは頭をよぎるようにするといいと思います。取り消しの時効ですので、もしかして126来るのかなとかね。でさらにその後4年経って返還請求したと、まあ、こんな事実関係になっています。はい、ということでまずはこの返還請求ができるかどうか、その可否の中でいろんなこの問題文に書かれている事実をうまく拾い上げながらね、書いていけるといいぞということになります。はい、まずはこの請求ですが、請求の根拠としてはこれですね、原状回復請求ですね、これに基づく代金の返還請求だと、こうなります。でその理由としては未成年取り消しで訴求的無効と、取り消しの時は121もちょっとかましておいた方がいいです。未成年取り消しによって訴求的に無効になったとして、それに基づく履行の代金の返還を請求することが考えられると。はい、ということで請求原因は実はもうこれで揃っちゃいます。あとは被告の反論待ちということで、さあどんな抗弁がということで、まあいろいろありそうですね。まず言いたいのは、お前大人のふりをしたやないかということで、取り消し制限ですね。この主張はまずは思いつきたいところでしょう。はい、まあ条文として詐述、ああなんかこの辺あったなと、条文探せるといいですけど、21ですね、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐述を用いたというね、それが要件になります。で詐述を用いたに関してはね、とりあえず黙ってるだけでは詐述じゃないとね、積極的にまあ相手方を誤信させるような行為をすることを詐述というと。で本件ではそこありますよね、青年者であるかなら素振りを見せていたというね、書いてます。まあ、もしかしたらタバコでも吸ったかどうか知りませんけどもね、何らかのこうね、素振りを見せていた。なので、詐述に当たりそうです。ただ、ちょっとここは条文に書いてない要件なので覚えておかないと多分出てきないですが、21条はあくまでも相手方の取引安全のための規定なんでね、相手が善意であることが必要なんですよ。なので、21条を詐述に当たりうるけれども、善意であることが必要で、本件では B は知ってたのでね、なので詐述による取り消し制限の主張はできないと。はい、ということで、まあ、この21条の主張はダメとこう思ってください。じゃあ次何があるとしたら時効でしょうね。もうこれ A さん27になってます。 A としてたおっさんですよね、おっさんやったら怒られない、 E としては兄ちゃんになってるわけでね、これでね、未成年取り消しとかなんかふざけたこと言ってるわけですけども、まあこれは時効の主張したいだろうと。126ですよね。で126の、一応解釈として、まあ解釈ですよね、取り消し権は追認できることができる時から5年間行使しないとダメというね、そういう感じですけれども、ここ未成年者であれば成年になってからですよね。未成年者であれば成人になってから5年で時効によって消滅というところでね、本件ではちょっと微妙っちゃ微妙です。ね、17歳で、ちょうど1年だったとしたら、もしかしたらね、126かかるかなというね、感じませんでもないですけれども、はい、とりあえず今回追認することできるときから5年間というね、書いてあります。で追認することできるときっていつ中と124ですよね。はい、1241項で取り消すことができる行為の追認は取り消し権になっていった状況を消滅し、かつ取り消し権を有することを知った後にしなければその効力を有しないというふうに書いてますので、まあ、今回の場合は18歳になってから5年と、18歳になってから5年ですね。ということは本件もしかしたら満たす可能性があります。未成年取り消しできるというのは、まあ、未成年者であれば知ってるか何とも言わない、まあ、法の不知は害するという言葉があるんでね、法律を知らなかっただけではあれかな、とりあえず未成年者が成年になった、ね、ここから、ね、5年でも時効となって消えるというふうに考えるのももちろんできますし、まあ、条文に素直に取り消し権知って5年ですね、こっちで解釈しても結構です。
ね、18から5年経ってるからもそれでアウトというふうにするのも一つだし、取消権知ってから5年でここは不透明なんで場合分けするという感じでも結構かなと思います。で仮に取り消しができるとして、返還も126の事項にかかるかというのがまあ一つの解釈としてはあるのでね、ここはまあ自説を述べていただいたら結構です。返還請求も126の事項にかかるかと、ここはまた別途10年というふうにしますんで、ここもし取り消し権がまだね、残ってたということであるならば、まあ、取り消しでの返還請求はこれ可能になるということになっていきます。はい、ということで、まあ、ちょっとここね、未成年の、あれですね、年齢が18に、ね、なりましたので、そこのところで、ちょっと変わってくると。で、ちょっとここのところはね、現状といいますか、あれですね、2021年ですね、今ね、2021年の段階ではね、あれですけども、2022年適用の予定なんでね、2021年の現時点では実はこれまだ20歳。というね、前提で考えてください。来年の予備試験を受けるという方は、これは来年になったら18歳成年を前提に考えるということになりますので、今はまだ、令和3年ですね、2021年ですので、20歳成年というね、こういう状態になるので、まあ、ここは、この内容変わってきます。で、ベジメは一応20歳成年を前提にしてますんでね、その意味で、まだ取消試験、契約から、ごめんなさい、大人になってからまだ3年4年とかね、そういう、まあ、カウントでやってるので、まあ、一応ここね、取り消し事項にはかかってないという前提で書いてますけれども、来年以降であればこれ変わってくるよとこう思ってください。来年以降であればちょっとここはね変わってくる話になります。はい、最後もう一個反論あります。バイクですね、金返せ言うんだったらバイクも返せっちゅうね、こういう話でして、バイクとの同時履行、これを主張したいと、こうなるはずです。バイクの返還との同時履行を、これを主張したいと。けどこれは返還不能になっております。じゃあ金でという話に行きそうですが、これも未成年者ですので現存利益ということになりますので、現存利益なければ返還義務なしということになっていきます。はい、でちょっとここは日本語が問題文としてちょっとよくわからないんでね、使用不能状態にしてしまったというふうに書いてましてね、使用不能ってことは物としては形残ってんのかっていうね、そういう感じも取れなくはないんで、そう捉えるとその壊れた状態のバイクで返すと、これでもいいよという話になってくるんでね、そこへ行くならばこの金の話に入ってきません。金の話に入ってこずに、ここですね、現存利益の返還で足りるということで、壊れたバイクを返せばよいと、そういう感じで終わっても結構です。ね、ちょっとここは日本語として曖昧なんでね、そこはちょっと問題文としての厳密さを欠くというところがありますんで、ここはまあ、もう使用不能だと。もうこれはもうね、返還不能だと。なので、金銭的な賠償を考えられる。けど、まあ、金銭的には、現状ではもう壊れて価値がゼロになっているので、現存利益ゼロ。そして、この返還義務は負わないと。まあそういうふうにね、いうことももちろん OK かなと思います。はい、ちょっとここは問題文としての若干曖昧さがね、あるところなので、ちょっとまあ壊れたバイクを返せばいいっちゅうね、そういうふうなまあ一応答えでもね、もちろん結構かなとは思います。はい、まあ回答例もよくよく書けてるかなというね、ところなので、参考にしてもらえるといいだろうというふうに思います。はい、まあ項目としてやっぱりね、原告の請求とその要件、被告の反論とその要件というね、もうここをちゃんと検討できてるか。で、問題によってやっぱ被告の反論が今回みたいに3つですね、なることももちろんあり得るんで、1つ終わって、はぁ、終わったとかね、そういうふうにちょっと息つかないようにね、問題文の事情全部使い切る。これが大事ですからね、問題文の事情を全部使い切って、まあ検討終わりというね、そういう感じで思ってください。はい。さあ3問目いきましょうか。ちょっと短い問題ですね、旧司法試験の問題のうち48年、かなり古いね、年度の問題ですが、はい、問いの3、 E は所有権取得できるかというそんな問いになっています。で、所有権の取得に関するお話ですね、ちょっとここは知識として持っておいてください。所有権の取得、原則は承継取得です。で、無理ならば原資取得です。で、
必ずこちらから検討を始めてください。所有権の取得方法複数あることがありますが、承継取得と原資取得がありますんでね、原資取得から考えるとこれやめてくださいね、まずは承継取得から行って無理だから原資取得へというね、そういう感じで行くようにしましょう。はい。ということで、まあ、E が所有権取得できるかなので、まずは承継取得を試みて、無理だったら、まあ、原資取得的な主張を考えてみようと。まあ、そういうね、スタイルでいくといいでしょう。はい。さあ、問題文。A は、代理人 C を通じて B から土地を購入したという非常にシンプルな、ね文章で書いていますけれども、まあ、とりあえずこれ、売り主が C ですね。で、A が代理人 B、C を通してなので、おそらくですけれども、A 代理人 C というそういうことだろうと思ってください、ね、A は代理人 C を通してっていうね、そういう書き方なんで、まあ、A の代理人だというふうに読んでください。まあ、もう少しねこれ正確に書いてくれた方が、ね、親切ではあるんですけれども、一応文意としては A はという主語だから、ね、その代理人というのもまあ A の代理人だろうというふうに読むのが自然です。はい。通して買ったというね、こういう感じです。自分の名義にするのを嫌がってC 名義の登記にしていたよと。で、数年経た。その後、でから借金するに際して土地に抵当権と。で、借入金債務不履行のために競売されていいと。いうところに所有権が移ったっぽいというね、こういう状態です。はい。まあ、競売は画数多いので、私はカタカナの毛で書く、ね、そういうふうにしております。もうこれで自分で分かれば結構なんでね。実際にこれ、事件番号も、競売事件は毛というね、番号がつきますんでね。そういうことで、これ、競売の毛ですね。こういうね、書き方で、もう全然手引かで分かればそれで OK です。はい。さあ、この時に E が所有権取得するかっちゅうことになりますけれども、ここまずは原資取得からいかないようにね、繰り返すようですけども、E としてはどういう経路で所有権取得したと思ったというと、おそらくですけれども、E としては、CD 間の抵当権設定があって、それが経絡されたことで所有権取得と、こう思ってるはずです。なのでここから入ってください。物件的請求の問題、所有権の問題、必ず承継取得の主張から入る。これも鉄則にしてください。でどんな難しい問題でもここから突破口になるんでね、なのでまずはここから行ってください。はい。でここですね、 E としては C、D 間の抵当権設定契約により抵当権が有効に成立し、かつ競売で所有権を取得したと思ってるでしょうけども、ここが無効ですよね。 C は所有者じゃないのに登記をしていただけで、ね、CD 間の抵当権設定契約によって抵当権発生することはないと。だから E が競売で取得することもないはずだと、まずここから入っていただいたらいいと思います。じゃあ次にどんな主張をするかですね。 E としては実際には所有者じゃないのに登記があったということで、あ、虚偽の外観、虚偽表示の942を直接適用はできないけれども類推適用で D が抵当権を取得と、こう言えないかなというふうに次考えていくと思います。94条2項の直接適用はできないにせよ、なぜか虚偽表示がないからね、なので、虚偽表示がないので直接適用できないけれども、まあ類推適用の場合は結論選考で書いてください。以下の通り94条2項類推による抵当権の取得を主張すると考えられるというふうな感じね、これ結論選考するとね、答案が非常に書きやすくなったりするところではあります。でその後すなわちということでね、94条2項の趣旨はこうこうこうで、こういう要件を満たすときには94条2項類推認めるべきであると、で本件ではこうこうこうだから94条2項類推が認められるとかね、そういう感じで結論選考で書いていくと実はここ書きやすくなるんでね、類推適用の時はだいたいね結論選考で書くというね、そういうふうにすると非常にやりやすくなると思います。はい。ということで、まあ、94条2項類推での抵当権取得ですね、これを主張したいわけですけれども、要件3つでしたね。
虚偽の外観から外観作出の奇跡性から正当な信用信頼ですよね。一応3要件、ね、外観奇跡性信頼、この3要件満たしたかどうかと。でここも当てはめて実際差がつくところなんでちょっと丁寧めにやります。虚偽の外観いうときには本当はこうなのにってのを入れておいてください。真実は A 所有なのに C 名義の登記があり虚偽の外観があると言えると、こういう感じです。これ詐欺を示すときも同じようにね、真実はこうこうこうなのにこういうふうに嘘をついたと、まあ、いうふうにね、ちゃんとこう何が嘘かという反真実の中身ね、これが分かるようにしておくとよりいいと思います。はい、からこれについて、はい、虚偽の外観について A、 直接の意思的関与がありますね。ダイレクトですね。自分の名義にするのを嫌がって C 名義の登記にしたということなので、虚偽の外観に対して直接の意思的関与があるとこうなります。じゃあその外観に対する正当な信頼あるかどうかですけども、ここは直接型ですので善意で足りると。けどここが本文では場合がわからないんで場合分けすると、で善意なら OK ということになるでしょう。はい、ということで、まあ、94条二項類推の主張ですね、これが D が善意であれば抵当権取得して E は競売で所有権取得することになると、こういう結論がまずは導けてくることになります。いいでしょうか。はい、まあ、ここが思いつくかどうかというところですね。ここですね、類推論ですね、ここが思いつくかどうか、思いつかなかったとしたらここはちょっとね、問題文の分析としてね、当事者何を信頼して取引したかな、そこに着目すると結構突破口あるんでね、当事者が何を信頼して取引したかなというね、そこをまあ分析していくと、あ今回登記を信頼してるやんと、あ登記信頼から942の類推でいいやと、これが占有を信頼であれば192という即時取得に行くことになりますし、まあ、そこね何を信用して取引したのかなというね、そこをちょっとこう見ていくと原始取得の主張ですね、原始取得的な主張というのが非常に組みやすくなるかなと思います。はい、さあここさらに話は続く。で悪意だったら悪意だったときどうする？ E としては抵当権無効、E 自身も D の抵当権信用して競売してるはずなんでね、なので E 自身も別途94条2項の類推の可能性があるよと。E 自身のですよね、94条2項類推という主張も考えられることになります。E 自身もだって D の抵当権という外観これを信頼してますけど、実際には本当は無効だった、虚偽の外観あったよね。でそれに対する奇跡性はというと、ちょっとここは間接的な感じになりますけどね、もともとの現権利者 A は抵当権という外観そのものを作ってませんけども、その前提になる C 名義の登記というのを作っているというところになるので、そういう意味で虚偽の外観そのものの設定ではないということで110もかませた類推という形にするのが一番適切だろうというふうに思いますが、はい、E 自身はい、はい、E 自身データ統計を信頼しているからね、90条2項を考えることになりますけれども、ただしね、A 作出外観と E の信頼した外観が違ってますんでね、
なので110条類推だというところを一つ入れといた方がいいかなと思います。はい、ということで、まあ、ここまでが理由付けみたいな感じになるでしょうかね。ということで、まあ、善意無過失である場合にはという感じになるでしょうね。善意無過失である場合には E は所有権を取得するという感じになるのかなと思われます。はい、ということで、少なくともとりあえずね、ここの D 自身の94条2項類推の話と E による94条2項類推の話ですね、この2つは最低限ちょっと言及しとかなきゃいかんかなという感じになると思います。で、あとはその要件ですね、それを正確に当てはめするだけ、E のところは多分ですけれども110類推と書いた方がより正確な答えになるのかなというね、感じはするところになります。はい、回答例もまあ、ね、原則で書いてますけどもね、原則、まあ、そういう書き方ももちろんいいんですけれども、まずは E としては承継取得の主張としてこうすると考えられると、もう普通に当事者の主張から入っても OK なんでね、E 自身、CD 間の抵当権設定契約で有効に抵当権が発生し、その後の競売で所有権取得したというふうに考えると思われると。しかしながらC、所有権者じゃなかった以上は抵当権設定契約は無効であり、ね、したがって所有権を取得できないことになりそうであると。まあ、そういうようなね、感じのこう進め方で入っていただいたらいいと思います。はい。で、その後どうするか言ったら、D 自身ですね、抵当権、C の外観を信用しているというところから以下の通り、94条2項類推をするべきだということで、あとはもう2番以下ね、94条2項類推のよくある話ですね、類推適用の展開で当てはめ、ね、そこをしていってください。はい。まあ、そこのところですけども、12ページ、もうここ綺麗に書けてるんでね、まあ、ここ当てはめ参考にしておいてください。12ページの下の方の枠かな、括弧の 2ページ目のところですけども、実態の伴わない C 名義の登記で C が土地の所有者であるかのような虚偽の外観が存在すると、まあ、いうふうになってますね。まあ、実態の伴わないというところでね、一応その虚偽のっていうのを示した感じになってるんですけども、もう一歩正確にあるならば、本当は A 所有であるのにというね、こうしとけばより正確な虚偽の外観というね、そういう事実の適時になるのかなと思います。はい。で、その後ですね、まあ、外観作成で通報とどうすべき程度の適性。ここもまあね、書き方としては非常にいい書き方でして、過去のにね、通報とどうすべき程度の適性という感じで、類推適用するときね、通報と同士できる程度のうんぬんって書くの、これ結構兄弟系の先生に多いんですけどね、兄弟系の先生はこうしなさいという人が多かったりして、まあ、これ確かにね、兄弟系の書き方だと、まあ、こういうふうなね、書き方非常にいいぞみたいなね、よく言われるところでして、まあ、通報と同士できるぐらいの奇跡性というふうな、まあ、書き方ですよね、これをまあ一応してみる、ね、特に110をかませないときね、110をかませないときであれば、まあ、通報と同士できる程度の奇跡性があるので、善意でも足りるとかね、そういう感じでこう書いていくこともできますんで、ここ同士すべき程度、通報と同士すべきっていうね、この表現というのはすごくこうね、今後ももしよかったら参考にしていただいたらいいかなと思います。はい。で、その後3番、94条2項、E 自身の94条2項類推と書いてありますが、まあ、ここ僕やったら110条かませるかなという気がしますね。3番のところ、まあ、94条2項1本で言っちゃってますけどもね、ここは110条かました方がよりプラスんじゃないかなというね、気は個人的にはするんですが、まあ、多分これでも一応合格とはなりますね。合格ラインってどの辺っていうと、一応の水準と言われるところを超えてれば、もう一応の合格ラインですんでね、司法試験のね、答案っていうのは、優秀、良好、一応の水準、不良という4段階に分けるんですけどね、一番下の不良に入らないというのが一番大事ですね。一番下の不良というのは 42% 以下の得点ですね。これ取るとほとんど合格ラインにね、遠のいてしまいますんで、大事なのは一応の水準と言われるところにきちっと入ることですね。優秀というホームランを狙わなくて結構ですね、優秀というホームランを狙ったら大体空振りするんでね、なのでまずは一応の水準を取ることで、今回でいけば一応の水準としては E の主張は2つあると、ここをちゃんと押さえることです。D 自身が94条2項で保護されうる。で、E 自身も94条2項で保護されうる。というね、この2つをちゃんと言及できてれば、もう一応の水準になるので、あとはその制度の問題ですね。制度として、例えば虚偽の外観ちゃんと適切に書けたかとか、ね、あるいは110条の類推のところもちゃんと意識できたかとかね、その辺でプラス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 というふうになっていくんだというふうに思ってください。一応、当事者ならば言うであろう主張。これをちゃんと拾えてれば、一応の水準はいきますんでね。なので、当事者として言うだろう。E 自身が94条2項で保護。D が94条2項で保護。ね。こういったところは最低限当事者言うだろうということなんで、そこはちゃんと触れておくと。まあ、いうね。そこが欠けてれば、一応の水準と思ってください。はい。
あとはまあね、多少の論点落とししてもね、そんなにびっくりしないでください。ね、僕自身もね、本試験で記憶ありますけどね、論点2つ3つぐらいね、落としたっていうのは結構記憶ありますんでね、それでもまあね、全体の相対評価ですからね、みんなの中で、どれだけこうね、沈んでないかというのが大事なんでね、みんなの中でそら浮いてればそら浮いてるほどいいんですけれども、まあそんなに沈まない答案を揃えると。そうすると勝手にみんながこけていくんでね、そういう感じでだんだんとね、合格ラインに、ふーっと浮かび上がってきますんで、なのでいかにこうね、不良答案作らんかっていうね、ここのところをちゃんとね、意識しておくといいかなと思います。はい、さあ次行きましょう。はい、4問目いっちゃいましょうか。でまあ一応不良答案の話の続きで言いますけどもね、大体まあ民法での不良答案っていうのは、原告の請求捉え違いしてる、被告の反論がまあ2つあるところ1個しかやってないとかね、大体こういうので不良答案になっていくんでね、なのでちゃんと原告の請求、被告の反論、ここをちゃんと過不足なくですね、ある程度拾えてるというのは非常に大事なところと思ってください。さあ、第4問、休止の問題、ちょっと難易度上がります。はい、第4問ですけれども、はい、まあこれも上から言った方が早そうですね。A は B 名義で登記されている建物を B から賃貸、 B の登記で A は借りていたと。で、店舗を営んでいるという状態です。で、敷金も払っているよと。はい、敷金、ひらがなで敷と書いておきます。ところがこの建物は C が所有と。で、 C が B に対して物情保証人として抵当権設定の代理権、はい、抵当権の代理権ですね、これを与えたに過ぎないのに勝手に移転登記をしたという状態です。はい、ここを1とした以上は0にするとかね、最悪マイナス1が出てくるかもしれませんけれどもね、一応まあそこはもうね、上から問題文を見ている以上はちょっとね、最初に0、1としてしまったので、もそこはもうあまり動かさない方がいいかなというふうに思います。はい、その後で、独立の問いことで、まあ1番からいきましょうか。借りて1年後 A は C から明け渡しを請求されたと。で、 A は C に対してどんな主張をすることが考えられるかと。こういうことで、はい、C の A に対する所有権に基づく、これはもう返還請求でしょうね、に対してどんな主張をすることができるかということで、まあ頭の体操としては、原告の請求の要件が揃ってないと言えないかなというのは1回でもちょっと考えてみてください。で、言えなかったらもう無理しない、ね、要は何かというと、被告の反論、否認か抗弁かで言って、否認の方がより強い主張なんでね、否認が可能だったらそこから入るというのが理想的です。でも今回無理です。 C 所有、 A 占有、否認しようがないからね、なので、まあ、ここは抗弁の主張だろうなというふうに思ってください。はい、C は自己が所有する建物について A が占有しているとして、所有権基づく返還請求していると考えられると。で、これに対する反論としては、まずは借りてるんでね、占有権限ですよね、これを言いたいと。こうなるはずです。借りてるんで、で、占有権限になるかどうかですけれども、 BA 間の賃貸借契約は他人物賃貸借ですのでね、したがって正当な占有権限にはならないと。はい、こうなるでしょうね。まずはいいでしょうか。他人物賃貸借なので正当な占有権限にはならない。じゃあ諦める、 A としては。そこの粘りですね。 A としては、ちょっと待ってよと。登記、ここです、ですかね、登記が B だったしということで、94条2項類推で取得できると信頼した通りの権利が取得できると。942のね、大事なところは信用した通りの権利取得というところで、 A としては賃借権取得できると信頼したはずです。その通りに権利取得が認められると言いたいよということで、94条2項類推の主張を次に考えていくということになるのかなと思われます。はい、
で、あとはまあ要件ですね。外観法理だから、虚偽の外観、外観作出、奇跡性で、正当な信頼というところでありますけれども、はい、外観、虚偽の外観、ここはさっきと一緒ですね。もう外だけにしておきますけども、外観としては C 所有なのに B の登記ありということで、この虚偽の外観は OK だと。じゃあ奇跡性はというと、B の登記そのものを C が意思に基づいて作ったわけではないので、ノット直接的な意思関与と、こうなります。ノット直接と書いておきます。けども抵当権の代理権与えたということで、間接的な原因は作ったことには間違いないのでね。一定の奇跡性は認められると。ただ通謀と同視できる程度ではないので、ここは110条の方位も加味して善意無過失であることを要すると。ですかね。直接的な関与であれば善意だけで足ります。間接的な意思的関与にとどまっているので、したがって相手方の信頼は110条の方位を鑑みて正当な理由、善意無過失であることを要求すると。はい、で本件のところ A さん善意無過失かどうかというのは場合分けしなきゃ分かんないんでね、善意無過失ならばですね、はい、全無過失ならば OK と。まあ、手控えですので、もうこの辺はひらがなで書いても結構ですね、ひらがなでも結構で、はい、ということで、全無過失ならば一応、賃借権の取得ですね、信頼した通りの権利取得、賃借権取れると信頼したはずですからね、賃借権取れるとの信頼通りに権利取得を認めましょう。はい、というのがまあこの一つ目の主張、大きな主張になるでしょうね。ここ気づけるかどうかということで、やっぱりここもね、繰り返しになりますけども、何を信頼して取引したのというね、そこをちゃんと分析できてれば落とさないはずなんです。何を信頼して取引したのかなというね、このチェックをちゃんとね、入れておくことで、ミスが減らせるようになってくるのかなというね、感じがします。はい。さあ、94条二項類推が無理だったら、物件的請求の典型公弁4つでしたからね。他ないかなというのは一応考えてみてください。所有権喪失ちょっと無理だな。対抗要件、まあこれもちょっと無理だなと。だって不法占拠者だからね、A はね不法占拠者になっちゃうんでね、対抗要件公弁無理です。となると残るは留置権、敷金があったんでね、最低限敷金の返還請求権を非担保債権とする留置権ぐらいは考えてほしいところにはなってきますけれども、はい、敷金ですよね。敷金の返還あるまでは拒むというね、留置権を言いたいところかもしれませんけれども、ここは敷金の返還請求権の発生時期ですね、ここ賃貸借の条文を引用できるといいなというところになりますが、622の2ですかね。返還受けた時になってるはずなんでね、返還して初めて留置権、あ、ごめんなさい、留置権、返還して初めて敷金発生なんで、したがって同時履行とか留置権は無理ですね。返すが先ね、返して初めて敷金だからね、敷金あるまで返さないという選択肢はないと。返すが先ですね、無理になるのかなと思ってください。はい、まあその他損害賠償請求権との留置権もプラスアルファで考えてもらったら結構です。対 B 415条ですね、債務不履行の損害賠償、これを理由とする留置権もこれも無理だよというのを追加で書けるとなおいいかなという感じであります。まあこれも思いついたらラッキーぐらいですね。加点自由です。対 B損害賠償請求権確かに発生します。賃貸借契約が履行不能になりますんでね、損害賠償請求が考えられますけども、ここは物に関して生じた債権という要件満たしません。いいですかね。
返還請求権者と債務者が同一というね、その要件がいりましたんでね、なので、そこの留置権の要件満たさないということになって、これは残念というね、そういう感じになります。はい、一応ここの問題でいくと、占有権限からちゃんといけたかどうかですね。で、これはやっぱ物件的請求の公弁、点検用公弁、持ってる持ってないで全然こうスピードが違いますんでね。なので、ま、今回は占有権限から行きたいな。ね、占有権限として借りたってのがある。登記信頼して借りたというのがあると。まあ、そっから、他人物賃貸借、ダメか。いやいや、もう一粘りという、ここですね。そこが、ま、出てくると、ここで一つね、合格ラインに浮上できるかなと。多分これ、留置権忘れてても、94条2項類性ちゃんとかけてれば、一定の水準には入ってくるかなという感じがしますんでね。ただ、上位者は必ず、敷金、言ってくるでしょう。だって問題文で書いてあるから、敷金払いって書いてあるんでね、敷金との留置権ですね。そこの主張というのも一応は触れておく。でもできないよということで、軽くね、条文で否定してもらったらいいかなと思います。はい。さあ、これが2番、1番ですね。結構長い問題ではありましたが、はい。続けて2番に行きましょうか。はい。2番のところ、今度は、A が、B 所有でないことを知った後に、当初から有効であることを認めてくれと言ったら、C が拒絶したと書いてあります。はい。C、拒絶。これがあって、その後死亡と相続ですね、これが起きたと。で、 B が明け渡し請求をしてきたと。お前が言うかっていう感じですね、これね。お前が貸したんちゃうんかいっていうね、その辺の言い分が当然出てくるでしょうけども、はい。で、その中で括弧の1、 A が B に対し単独相続したことを理由に明け渡し拒絶することができるかということで、これ単独相続したことを理由にと書いてますけれども、当事者の主張としては、ここはいわゆる審議即説のお話ですよね。そこだろうというふうにもう当たりをつけてね、それの可否ということで考えてもらったら結構です。まあ、A としてみたら、あんたが貸したんでしょと。で、他人物賃貸人が真の所有者を相続した。ね。これ、無権代理人が本人相続したのと一緒でしょと。で、地位を確かに承継するけれども、あんたが追認拒絶するのはけしからんというね。この追認拒絶が審議則違反だという、そういう主張かなと。はい。追認拒絶が審議則違反だというふうな主張をしたいと考えられるということで、ここで、まあ、いわゆる無権代理と相続の応用ですね。これは他人物売買に転用してみてください。はい。まあ、いわゆる地位の併存、そこから行くといいですね。相続によっても、他人物所有者、所有者と他人物賃貸人の地位で、これは併存すると。で、なので、所有者の持ってた追認権、追認拒絶権を相続することになると。ただし、ね、追認拒絶するのは審議則に反するというね、その辺述べたら結構ではありますけれども、今回は拒絶後の相続というところをちょっと特殊事情として考えておきましょう。拒絶後相続なんでね、これどういうこと？拒絶後相続ということは、B 自身が拒絶してたわけじゃないんですよね。 C の拒絶が先に確定してて、それを援用してるだけなんでね、本人の追認拒絶権なんですよね、あくまでもね。いいですかね、本人の追認拒絶権の主張を、意思を尊重してるだけですよ。だからそういう意味で審議則には反しないと。いいですかね、相続ってのは被相続人のあらゆる財産状態そのまま承継するわけで、亡くなった時点で追認拒絶で確定してたわけだから、これを相続している以上は審議則に反するというのはちょっと言いにくいでしょうね。こうやってもう亡くなる前本人拒絶できないのと同じになっちゃいかねませんからね、そりゃちょっとないよねというね、こう思ってください。はい。ということで、まあ、ここは審議則には反しないということで、明け渡し拒絶は無理です。明け渡し拒むことはできないと、こう思ってください。
はい、じゃあ他に何か支障ないかということで、はい、括弧の2、あ、敷金というね、そんなヒントがありますね。まあ括弧の2があるから1番でも考えていただくとよりいいのかなというふうに思いますけれども、はい、ここはもう軽くで結構です。295の支障ですよね。はい、留置権の主張だろうとこう思ってください。でもこれはできないよと。はい、でこれ九州保守権の時代はまだ民法改正前だったのでね、改正民法の前の段階では622の2という条文がなかったんで一大解釈論でしたこれね、なので一つの問題として成り立ったというふうに思ってください。今はもうこれは条文当てはめて終わりというね、使えない問題にちょっと成り下がってしまったというね、そんな状況があるかなと思います。はい、あとはまあ留置権としてもう一個ね、別のものとして、まあ、ここと同じですけどね、債務不履行の損害賠償を理由とする留置権、この話をまたここでも持ち出していただいても結構です。前述の通りという書き方ができますね、前述の通り損害賠償請求権との、損害賠償請求権を非担保債権とする留置権の主張もできないと、ね、その中で前述の通りというのを使っていただいたらいいのかなと思います。はい、まあ、ここで使いますね。ということで、まあ、括弧の2番できない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 ね、二重のまあできないというね、そこをまあ書いてもらったら OK だろうと思います。さあそんなところになるかな、回答例も一応書けてるかなというね、ところでありますので、まあ、参考にしていただいたらいいだろうと思います。まあ、これも原則論と書いてますけどね、原則論と書いてるけどまずは当事者の主張ですよね、そこから入ってもらって、その原則的な主張ができないというね、要は占有権限として借りたから私の賃借ありというね、そんな主張ができるかどうかというね、それはできないぞということを一言入れているところでありますけれども、まあ、原則論と書いてるけども、まずはこれね、こっから出発、ね、当事者の、まあ、普通の主張です。この原則論は、ね、当事者ならばする普通の主張ですよね。そこから入ってるよと、こう思ってくださいね。はい、ということで、まあ、そこから入って次、九条二項類推というね、そういう展開に入っていくようにしましょう。はい、で、第一のところにね、留置権のところがまあ全然入ってませんけれども、まあ、留置権とかを第一のところにね、入れ込んでいただいてもちろん結構でしてね、第一のところにね、プラス留置権、過失していただいても結構です。まあ、その分、最後の第3のところですね、小問2の括弧2で書くことは ものすごく減っちゃうというね、そんな感じになりますけれども、まあ、前に出してもらってももちろん結構だよと思ってください。はい、まあいいでしょう、この内容でね、大丈夫かなと思います。はい、次ちょっとまあ比較的短い問題で、第5問ですね、ここまでやって前半休憩ということにしましょうか。はい、今日はまあ第1回目でもあるので、そんなにね、第1回目からガンガンというね、感じにはちょっとしてませんけれども、はい、第5問目、まあ上から行った方が早そうですね。はい、権利能力なき遮断ということで、法人権利能力ないときは私は点線で書くというね、そういうふうなことで見分けができるようにしております。まあ、ケアレスミスを防ぐという意味でもね、自分の中でルールを持っておくというのは結構重要です。はい、で、この遮断が代表者 B ってのがいて、 B 名義で登記していたと。ところが B は私利を図る意図のもとにその不動産を第三者 C に売り渡しと、で登記までしちゃったと。でこの場合における AC 間の法律関係について、 B が A の代表者として売り渡した場合と自分の名前で売り渡した場合に分けて論じなさいというね、そんなことで場合分けせよってかっていうね、はい、A 代理人 B として売った場合と B 所有として売った場合とで、そこを分けて考えてくださいと。はい、でこういう問題でもやっぱりちゃんと原告の主張から入るというところをね、忘れないようにしておいてください。原告の主張、 AC 間の法律関係と書いてますけれども、ここもちゃんと請求に分解してください。そうすると本件ではどんな請求があるかというと、権利能力なき遮断である A が C に対して抹消登記請求、これをしていくということが考えられます。ただここは権利能力なき遮断ですので、権利能力なき遮断の法律関係を前提としてちょっと軽く書いておいた方がいいですね。権利能力なき遮断、ね、そこには法形式上帰属しないけれども、構成員に相有していると。なので構成員からの相有権に基づく抹消登記請求ということになると考えられると、まあ、いう感じでね、ちょっとここは相有説の説明ですよね。
で、構成員からの総有権に基づく抹消登記請求。はい、これになると考えられるというふうにね、ちょっと言っといた方がいいでしょう。これ A が C に対して書くのも、まあ、ちょっと怖い気持ち悪さがあるんでね、まあ、民事訴訟法のことを考えたら一応 A も当事者能力はあるんで、まあ、A は C に対しという、ね、請求でももちろんいいんですけども、ただし請求内容としては A は C に対し総有権に基づく抹消登記請求というふうにしとかないとね、正確性をちょっと欠けることになるかなという感じはします。はい、そのための要件は A 総有権 C 名義の登記ということで、まあ、一応ここは請求原因は一応は揃うということになります。ここ要件事実の知識もぜひ持っとってもらえるといいですけども、原告所有の要件は元所有という主張でも足りますんでね、元所有、昔所有してれば特段の状ない限りは現在も所有しているだろうという推定が働くんでね、権利の継続性というね、そういう要件事実のちょっとね知識になりますけれども、そこも持っとくといいです。だからまあ一応元所有権ありですね、もともとね。で C 名義の登記あるのでこの請求認められそうだと。はい、ということで、まあ軽く請求原因 OK というふうにことで、もうこういう手控えでも結構です。原告所有被告選任で書くのめんどくさかったら請求原因ね、請求原因 KG というふうに略しますけどもね、訴訟物を基礎づける最小限の事実で請求原因と言いますが、請求原因 KG、 はい、問題なし。あとは反論です。さあ C の反論何がある？これも物件的請求なんでね、物件的請求に即応して考えてみてください。おそらくですが、はい、総有権喪失の公弁ね、所有権喪失とは書かないようにしといた方がいいです、ね、総有権喪失の公弁だろうと。はい、A 代表者 B と C との間の売買ですね、これになるので有権代理ですかね、いいですね、代表者 B が A の代理として売買をしたということで、有権代理を理由に所有権喪失の公弁主張すると考えられると。でこれは特に代理の場合は認められるということになるでしょう。でそこに私利を図る目的というそういうところがあったんで、反論で使っていただいたら結構です。代理権乱用ですね。まあ、代表者なので類推と書くのが正確かもしれません。代表権乱用なんでね、正確にね今回ね、代理権乱用というか代表権乱用というね、そういうことでちょっと厳密には類推かなと思いますけれども、まあ、直接適用で書いてもまあまあまあいいかというね、そういう感じであります。はい、一応代理権乱用ということで107条の主張すると考えられる。なのでこの場合は C 悪意おは有過失ですね、悪意または過失があれば代理権乱用として無効だと、まあ、こういうね主張が可能になるかなと思います。はい、いいでしょうか。なので結論としましては、代理人として、まあ、代表者として売った場合ですね、C が悪意または有価質、ね、B の乱用意図について悪意有価質であるならば、この請求は認められるということになりますね。で、C が善意で、かつ過失がないと、ね、善意無過失だということであるならば、まあ、ここは認められないということになってくるでしょう。はい、一応場合分けした答えになるかなと思われます。はい、次、じゃあ B 所有として売った場合どうなるか。すいません、ここ丸一丸にしときます。A 代理 B として売った場合を1とします、ね、B 所有として売った場合どうか。ここは変わらないでしょうね。でそれに対して B 所有として売った時もやっぱり総有権喪失の主張をしたくなるだろうとこう思われます。だって買ったんだもん C は。けども
BC 売買は他人物売買ですから C は所有権できないのが原則となるというふうになるでしょうね。ということは次の主張は C、 何を信じて取引したの、登記を信じた、だったら94条2項類推だなと、こうなりますね。虚偽の外観信頼取引した、はい、これを理由に所有権喪失の反論をすると考えられると、まあ、そういう権喪失かで、そこですけれども要件今回はちょっと満たしません。虚偽の外観はあります、でも奇跡性あるというところです。A に奇跡性なしですね。はい、登記は代表者名義にせざるを得ないですから。いわゆる権利能力なき遮断登記どうやってすんの？遮断名義できなかったですね。遮断名義は架空登記を生む恐れがあるので、従って代表者名義でせざるを得なかった、そういう意味では奇跡性がないんですよね。やむにやまれぬ登記名義なんで、それをもって権利喪失させる原因とさせるのはちょっと気の毒だろうということで、まあこれは仕方がないと思ってください。はい、ということで総有権喪失の反論認められないというね、そういう結果でいいかなと思います。はい、無過失でも保護されないというね、そのところで、まあちょっとバランスが非常にね、気になるところではありますけれども、仕方がないですね。とりあえずは、まあ当事者の主張としてね、まずは、これも発想としては、まずは承継取得。承継取得無理だったら、原始取得的な主張というね。で、94条2項の効果は、原始取得なのか、それとも法定承継取得なのかというね、なんかそういう争いあるんですけども、まあとりあえずは原始取得的なもんだというね、そんなつもりで主張、一応考えてもらったら結構です。一応厳密には法定承継取得と言われるのが要件事実的な正しい理解のようではあるんですけどもね、まあ、ほぼ原始取得と同じようなもんじゃいとね、そう思ってもらったら結構かなというね、感じではあります。はい、ということで、まあとりあえず942の類推の話ね、承継取得の主張の次に必ず書くというね、そういう意識は持っとった方がいいだろうとは思います。はい、まあ、中身として回答例ね、文章化するとまあこんな感じになりますけれども、中身としてまずはここですね、総有権喪失、有権代理が無理で、あ、有権代理の主張した上で次に代表権乱用のお話、自己名義で言った時には他人物売買だから所有権原則ね、喪失の主張はできないけれども942の類推でいくぞと、この大きな枠組みがね、かけてればまあ OK だろうというふうに思ってください。はい、さあそんなところで、まあ、ちょうどキリもいいところまで来ましたので一旦前半ね、休憩ということにしましょう。今から10分ほど休憩取ってください。はい、そしたら後半の方に入っていくことにしましょうかね。なかなか夜のね、遅い時間の講義ということで、まあお疲れのね、ところかもしれませんけども、残り1時間ちょっと15分、1時間20分ぐらいかな、ちょっとね、最後の集中力振り絞っていただけたらなというふうに思っております。はい、とりあえず第6問ですね、そこから見ていくことにしましょう。こういうのは問いの方が短いので先に問いを見るというね、そういう感じにするといいですが、まあ括弧の1、 A が G に対していかなる請求を、で括弧の2番も A は B に対していかなる請求をと、まあ、いうふうになってますね。まあとりあえずは A の立場で考えろというね、そういうことになるんですが、括弧1を見て、まあ、ちょっと頭をよぎらしてほしいのは G 何人目というところですね。もしかして人間関係えらいややこしくなるに違うかというね、その予測は立てておくといいと思います。まあ、普通であれば A、B、C、D、E、F、G とか7人目に、ね、なってくるので、ライコッチャと、ね、なるかもしれませんが、今回はなぜか知らんけど S、G というね、よくわからない、まあ、とりあえずね、人間関係だったんで、まあ、それほど多くはなかったですが、これ、まあ、気をつけなきゃいけないのはやっぱり G まで出てくると人間関係図が錯綜するんでね、A を左上に書いたりすると、あれ、A が真ん中やったとかね、そういうふうなことも起こりうるんで、ある程度図を真ん中ら辺から書くというね、それもまあ持っといてもらえるといいんじゃないかなとは思います。はい、ちょっとまあ今回はそういうことで、真ん中ら辺から書いていくというね、そういう感じにしていきたいと思います。はい、真ん中ら辺、まあとりあえず A ね、この辺にしときますが、はい、A この辺だろうと思って書いていきます。S が G から、10億円の事業資金融資受けるにあたり、S は A 信用保証協会に保証委託し、 A は S の債務を連帯保証したということで、まあ、A は連帯保証人というね、この立場になります。はい、S が G から、はい、10億貸し付けで
連帯保証と、こういう状態ですね。でその際ですけれども、同時に A の S への求償債権について S の代取り B が連帯保証したと、こうなってます。はい、これ実務的にはよくある話です。保証協会というね、まあ、いざという時に建て替え払いしてくれるところに保証を頼んで、でその求償権を連帯保証という形で、まあ、借りる会社の社長がやると、まあ、いうね、これよくやるパターンですね。ちょっとまあここはおそらく皆さんも将来ね、何度も何度も見る機会が出てくる可能性があるね、ところであります。求償権の保証というね、そういうやり方をすることがまああるよと。はい。でその際ですけども、S 経営悪化して弁済できなかったということで、はい、A が弁済した形になっています。となると求償が現実化するわけですよね。ところがその話に行く前にその後ですね、 S の会長、元会長 C ですね、これが出てきまして背任容疑で逮捕で、資金は C の賭博にしようと、なんかどっかの製紙会社であったなっていうね、このつい最近ね、つい最近で、まあ、数年ぐらい前になりますかね、どうも賭博に支障らしいと、この貸し付けで、はい、賭博に使われたということのようです。で、今回の資金融資ですけれども、逆らえない雰囲気が S 社内にもあった。で、B も C に言われるままに、所定の手続き優先書を行われていたということで、はい、この代表 B ですね。はい、C の言いなりでやってたと。で、A はこれらの報道を、事情を報道で知った。これもまあ、ちょっと、いやらしい書き方ですけどね、一橋のロースクールは結構いやらしい書き方をするね、ところありますけども、報道で知ったイコール契約時知らなかったという、そういうことですからね、当時は知らなかったというふうに日本語としてはね、読んでいただけるといいでしょう。はい、まあ、契約時これらの事情については善意というね、こう読んでください。はい、これらの事情については完全な善意だったというね、そういう形になります。はい、でまずは A が G に対してどんな主張をできるかということで、ここって感じですね。弁済したものを返せってことになりますね、これね。主張としては A と G との関係でいくと、保証人として弁済したんだけども返せということになります。理由としては何があるでしょうね。保証したものを返せ、ちゃう、払ったものを返せ、無効だからっていうのがやっぱり原因にはなってくるはずなんで、ここも請求の根拠としては無効だから返せと、はい、保証契約無効だと、だから返せと、まあこういうふうにしていくんじゃないかなとは思われます。はい、当事者の立場に立ちましょうか。 A からすると何がムカつくっちゅうと、10億これもともとは事業資金だからこそ連帯保証してるんですね。で、事業資金のつもりだったのに、賭博に使われてるというところでね、そこに憤りを覚えてるはずなんですよね。これを法律的に構成してください。事業資金と思ったのに実際は違った。ああと、錯誤取り消しですね。動機としては、事業資金だというふうなつもりで連帯保証したにもかかわらず、実際には賭博に使うための融資だったと、こうなると錯誤だということで、はい、まあいわゆる動機の錯誤にはなりますけどね、保証することそのものはまあ一応納得してますので、公開意思に錯誤があるわけではなくて、事情としたものですね、基礎とした事情についての認識、これが誤っていたというところです。はい、ということで、まあ、95条の1項2号に当てはめするというね、それが必要になってくるかとは思いますね。はい、95条1項2号を理由として訴求的無効と、この主張をしていきたいなというふうにはまずは考えていただくといいと思います。はい、
さあそんなところで、はい、今回の場合は2号型錯誤ですので、まあ、どこから当てはめするかはね、ここはもう人によっても人それぞれかもしれませんが、まずは1号の、次に掲げるって書いてるから、まあ、まずは2号に当たるというね、その説明からした方がいいでしょうね。2号に当たる錯誤だよ。で、その後で重要性。で、さらに2号で基礎とされるということが表示されていたというね、その要件が次に必要だと。まあ、いうことで、この3つをね、順番に当てはめ。と、あとは意味はね、とりわけ2項ですね。基礎とされていることが表示。ここの意味は、動機が表示され、かつ意思表示の内容になっていたことを言うというふうに解釈をしますんでね。ここの2項に関しては、従来の、まあ、判例理論を明文化したものに過ぎないという理解ですので、ここは動機が明示目次に表示され、かつこれが契約内容になっていたという意味であるという解釈をちょっとね、入れていただくとより正確だろうというふうに思います。はい。ということで、あとはこれ文言に当てはめするんですが、結構意外に文言当てはめしにくいんでね、基礎とした事情についてのその認識。ね。基礎とした事情についての認識。これは今回でいけば、はい、事業資金の借り入れの保証と、そういう認識なんですね。けども真実は、賭博に使われてたので、はい、こういうことですよね。はい、基礎とした事情の認識は、これは事業資金の保証のはず。なのに真実はというと、賭博の借入金の保証をしてたというね。そういうことで、賭博の借入金の保証か。賭博に支障する借入の保証ということになってたので、これは2号の錯誤に当たると。これ文言に当たるようにしてください。で、文言に当てはめするときね、どこで切るかっていうと、認識で切っていただいたらいいと思います。認識で切って、基礎となる事情の認識。何と。どういうつもりだったのというふうに置き換えたりですね。基礎とする事情の認識。ここで切ってください。で、基礎とする事情の認識はというと、事業資金の借り入れの保証という認識であると。で、ところが真実はというと、賭博に支障する借り入れの保証だったということで、この基礎とした事情の認識が真実に反する錯誤に当たると。文言と対応して事実をね、適時するというのが、ちょっとこの2号は難しいです。なので、1回できたら、95条の1項2号と2項は、答案化する、まあ、訓練、1回はしといた方がいいと思います。この95条の1項2号、当てはめがめちゃくちゃしにくいと思うんでね、1回自分なりに文章化してみるね。ここ文章化するとしたら、まあもう、単純にもう事実文言で結構ですからね。事実文言、これだけ並べたら結構なんで、事業資金の借り入れの保証、と思っていた点で、あ、じゃあ、そうですね、事業資金の借り入れの保証という基礎とした事情についてのその認識であったが、実際には賭博に支障する借り入れの保証ということで、真実に反する錯誤に当たると。こういう感じでね、事実、文言、事実、文言という順番で並べてもらったら結構です。これは刑法なんかでもよくやりますね。A の家という住居に意思に反して立ち入り括弧侵入したと、まあ、そんな風にね、書くのと同じでして、事実文言事実文言、こういう風に並べるというね、これが一番コンパクトな、まあ一応当てはめ方になりますんで、一回ちょっとね、挑戦はしてみてください。はい。で、さらに重要性ですね。一般人もその錯誤がなければ契約しなかったと言えるかどうかということで、まあ、その意義、もちろんこれも当たるよねと。それから表示され内容化していたかということで、表示内容化の要件2項ですよね。はい、ここは表示、動機が表示されていたか、事業資金の借り入れ保証という点が表示されていたと言えるかどうか。それは表示されてるでしょうと。保証協会ですからね、これね。保証協会が会社の保証をすると、これはもう、これはすみません、社会通念です。実務に出たら、この保証協会が借り入れす、保証するというのは、通常事業資金だから保証するんですね。個人の借り入れを保証してくれるところじゃありませんからね。保証協会のは事業資金の借り入れするところでもあるので、ここはもう、動機が明示に表示され、かつ契約内容になっていたと言えると。
いうふうに言っていただいて結構です。もうこれ社会通念上とぼかしていただいても結構です。ね、この事業式、信用保証協会であるという点から、社会通念上、事業資金の融資であるとの認識は明示に表示され、かつ意思表示の内容となっていたと言えると。まあ、ここはちょっとね、なかなか実務経験があるなしでも、ちょっと表現のしやすさが出てくるかもしれませんけれども、まあ、そういった感じで、ここは保証協会だからという説明で十分ね、いいかなと思ってください。はい。ということで、まあ一応、錯誤取り消しの要件満たします。はい。最低限これは1個。書いときたいところですね。で、あとは、ヒントは賭博ですんで、不法。公序良俗違反での不法で行きたいところでありますけども、そこの動機の不法は、さすがに今回は明示はされてませんでしたからね。賭博に使うつもりというのはあくまでも S 社内だけの問題、内心の問題だったんでね、取引相手の G とか保証していた A とかね、関係者は知らなかったわけだから、それを理由に無効にするっていうのはちょっとここは逆に取引の安全の観点から問題があるということで、ちょっとここは動機の不法についてはね、今回相手方賭博であることを知らなかったわけだから、ね、そこの点でも取引の安全の見地から無効とするべきではないというふうに思ってください。これがもう明々白々で賭博で使うんだ、えい、ー、とかね、そんなふうにも借り入れ取ったんであれば、それはもちろんね、それは借り入れ無効になるというリスクは分かってて貸したんでしょうということで無効でいいんですけれども、今回は別に無効になるリスクは考えてないのが G 銀行でしょうからね、なので G 銀行の取引安全からは無効とするべきではないだろうというふうには思います。はい、これはまあ加点自由として追加で軽くね、書いておいてもらったらいいかなと思います。いわゆるこれ動機の不法というね、解釈論を含んでますんで、そこをちょっと自分の説を出して当てはめをするというね、そこをやっていただく形になるかと思います。はい、ということで括弧の1以上、はい、以上です。じゃあ次 A がB に何を請求するかということで、A が B に何請求する、保証してるんでね、保証債務履行請求でいいです。単純にね、保証債務の履行請求と、はい、これで結構です。はい、A は S に対して求償権、これはまあ459ですね、求償権委託保証なんで459の求償権が発生しているので、その連帯保証人としての保証債務履行請求することが考えられる。もうこれは書いてもらったらこれで OK です。でそれ以外何か思いつかなかったら、頭思いつかなかったら、一応このチェックポイントだけ踏んでください。今回請求債権の請求だろうと思われますんで、約定法定代位取り消しなどのどれかになるはずだと、こう思ってください。債権的請求の時に頭の引き出しね、今日のまあ一応、今日のというかね、もうすでに申し込みされている方は、解き方集の5ページにもね、載っているところでありますが、債権的な請求であれば、約定法定代位取り消しなどのどれかから選ぶという可能性が高いのでね、まずは約定債権としての連帯保証債務の履行請求権、ここからいきますけども、じゃあ次、契約じゃなかった法定債権ですね。で法定債権で有名なのは事務管理、不当利得、不法行為。不法行為でいこう。そんな感じでしょうね、ギリギリね。事務管理、不当利得、不法行為。まあ、不当利得ないな。不法行為かなというね。賭博、使うためだったんでね。そこのところは、まあ、不法行為で行くというのは、まあ、全然あり得るのかなというね、ところではあります。はい。ということで、まあ、ここ446、または709。これ最低限書いてもらったら結構です。で、気づかないよな、これはっていうのは、おそらく代表権乱用です。これはなかなか気づかなくっても仕方がないですね。なぜかっていうと、B が自分自身でお金使うために借りたわけじゃないからね。誰かのためにということになってるんで、これで代表権乱用はちょっとね、すぐには気づかなかった。これ仕方がないと思ってください。で、ちょっとここは代表権乱用に関するね、知識としてちょっとだけ、まあ、まあ、しとくといいかなと思うんですけれども、代表権乱用って何っていうと、事故または第三者の利益を図るつもりと。で、勘のいい方はこの文言で、ん?と気づいたと思いますが、
背任の中に要件ありましたよね。自己取り目的、第三者取り目的なんていう、そういう表現でやる背任の要件、刑法の背任罪ですね。これ代表権って書いてますが、代理も一緒です。なのでカッコリと書いておきますが、代理権乱用っていうのは実は背任的行為を言うと、こう思ってください。本来であれば本人のためにしなきゃいけないんですよ、代理人はね。本人のためにするべきなのに、代理人自身であったりとか、あるいは代理人以外の第三者の利益を図るつもりと、こうなってくると代表権乱用、代理権乱用なんだと思っておいてください。だから今回の問題検討で、うわ気づけなかった、これ仕方がないです。いいですかね。とりわけこれ第三者取り目的なんで、非常に隠れたもので、見にくい、見つけにくいね、ものなので、皆さんはこれ1回目の検討で見落としたとしても、そこは別に責めなくていいよと、こう思ってください。ただ今後は気づけるようにちょっと頭の知識を広げとこうというふうに思ってください。代表権乱用というのは、結局は自己または第三者の利益を図るつもり、自己取り第三者取り両方入ると、こう思っとってください。自己取り第三者取り両方入るぞということにしとくといいと思います。はい、あとは債権的請求ですので、約定法定代位取り消しなどというね、その中から選択をしていこうというね、それができるといいだろうと思います。さあ6問目以上でおしまい。回答例もまあ一応頑張って書けてるよっていうね、ところでありますが、まあ一応最低限動機の錯誤と言われるね、錯誤取り消しは絶対気づくという感じにはしといてください。その他の2つについては、まあどっちか気づけたら、まあ十分合格ラインとしては上の方の合格ラインかなというね、そんな感じになっていると思います。3つ書けたらこれはホームランですね。今回のようなホームラン狙っていくのはちょっとなかなかしんどいと思うので、まあ2つ主張としてね、出てくれれば、まあそれで同じかなというね、そういうふうに思っておきましょう。はい。7番、行きましょうか。ちょっとそれに比べると優しめの問題になりて、なりますね。まあ、回答例もこのまま使っていただいて結構ですので、特に修正ポイントはなしです。はい、問いの7。はい、上から行きましょうか。AB 間で売買契約。はい、A 所有の土地についてと書いてあるから A が売り主でしょう。で、B、代金完済して引き渡しを受けたが、登記がなされていないということで、代金引き渡しのみ済みというね、こういう状態です。で、建物を建てて住んでるのが B。はい。で、5年後に C に打って登記したと。こういう状態です。で、括弧の1。所有権に基づく建物修復土地借地請求をしている、認められるかということで、もうここはシンプルに考えてもらったら結構です。C 所有、B 登記、B 占有ですね。認められますね。で、もうここに対抗要件の知識入れるんだったら、もう軽く入れとってもらったらいいです。B、C、二重譲渡の譲り受け認可ですよと。登記先に備えた方が確定的に所有権取得するので、この請求認められると。で、配信的役者だったら別だけどね、とか、まあその辺の軽くね、入れるんだったら入れとってもらうと結構ですが、まあ、今回の問題文から配信的役うんぬんって気づく要素はゼロですからね。いいですかね。なので、配信的役者論は書かなくても OK です。今回の問題は、まあ、気になる方は書いてもらってもいいですけどね。一応は C の所有に基づく返還請求ですよと。で、一応確定的に C が登記備えたことで、所有者になっていると。まあ、そんな一言ね、入れとってもらったら結構で、配信的役者論は、まあ、論点探そうという意識があれば、それは探せるかもしれませんけども、問題文の事情からして今回出てきてないので、まあ、そこまでは、やらなくても、まあ、いいかなと。まあ、書けるんだったら書いたら、ちゅう、その程度のね、中身と思ってください。なので、もう終わりですね。C 所有、B 占有。はい、特に問題なしですね。はい、C 登記先当然認められるとね。はい、あまり深く何か書くようなことはしない方がいいんじゃないでしょうか。はい、でこれは年代のこともあります。平成16年度というのはロースクールが始まった年です。実を言うと、でロースクール始まった年ですので、当時のロースクールの問題は意地悪な問題をいっぱい出しておりましたね。受験生を考えさせるためにいろんなことをね、その隠し玉やったりとかね、そういうのをやってまして、今回何書くんだろう、何書くんだろうってなりそうなのか格好のしなんでね、そういう意地悪な年度の問題だというふうに思っていただいたら結構です。まあ今だったらこんな問題ね、まずは聞かれないだろうと思ってください。はい、括弧の2番、こちらの方が、C が担当で、これが、付近、
きっと宅地造成されると判断して倍近い価格で締結したが、実際にはそんなものはなかったという時に AC 間の法律関係と書いてますけども、まあここはもうシンプルでいいですよね。代金返せと、こうなるでしょう。で、理由としては錯誤で訴求的無効と、こんな感じになるんでしょうかね。で、ここのところですが、今回の場合基礎とした事情の認識何かっちゅうと、宅地造成されて格好の転売を、店舗用地となるものと判断、だからここが認識ですよね。格好の店舗用地となるという認識、まあここも一行そのまま使ったらいいですけどね、給料が宅地造成されて店舗用地となるものという認識けれども、実際にはそんな計画なかったので真実に反する錯誤と言えると、まあいう感じのね、認識で切って当てはめするというね、そのスキル持っとけば、まあそんなにね、難しくない問題かとは思います。はい、ただし難儀なのはここね、 D の認識に過ぎなかったんでね。でも今回取り消したいのは C ですからね。D の認識でもって C 社の認識としていいかっていうのが、ちょっとここは隠れた問題点ではあります。主体が違うんで、あくまでも C の認識じゃないといけないからね、95条を取り消そうと思うと。 D という担当者の認識でもって会社の認識にしていいかどうかというと、ここは基本的には代理人行為説というのを説明して、 D が代理人であれば D の認識でもって会社の認識としてよいと。で、本来であればこれ代表者の認識ですね、これでもってあの C 社の認識とするというのが原則です。なのでちょっとここのところはね、気づきにくいところかもしれません。今後皆さん検討する際ね、法人の認識考えるときにはまずは代表者と、で代理権あればそのものの認識という感じで、ちょっとね、あの頭のこう、切り分けじゃないですけれども、法人の認識を考えるときのちょっと注意点としても取ってください。法人の認識を考えないといけないときは、本来であれば社長が法人の代表ですので社長の認識で見る。で、社長がまあ今回出てこない場合にはどうするかというと、代理人ですね、代理人にされている人の認識で考えると、まあ、いうふうなね、その一言をちょっと入れておくとさらに印象が良くなりますので、これかなりの、ね、隠れたポイントでありますけれども、ここを持っているだけでもね、加点として非常に大きな、ね、ポイントが得られるかなと思ってください。はい、ここまあ要は法人の認識というね、そんなお話です。ちょっとこれは論文用のスキルになりますんでね、2年目用のちょっと先端知識じゃないけどね、2年目用のちょっとこう発展的な知識というね、そう思っていただいたらいいかなと思います。まあ、法人の認識ですね、法人の認識ね、まずは代表者というね、そんな意識を持ってください。はい、ということで、まあとりあえず95条の要件ね、1項を満たす、あとは2項を重要性順々と当てはめしてもらったら結構なんでね、当てはめとしてはまあいいかな、大丈夫でしょう。重要性ね、倍近い価格で締結していると、ね、そのような錯誤がなければ当然契約しなかったし、一般人も契約しなかったと言える、だから重要だ。じゃあ2項、表示と内容化ですけれども、まあ倍近い価格という値段でね、現れてますんで、そういった動機が表示され、かつ契約内容になっていたと言える。まあ、代金に反映ですね。代金に反映されているという点で、表示かつ内容化、両方満たすと、まあ、いうふうに思っていただいていいかなと思います。はい。ということで、95条の要件。はい。当てはめしていただいたらそれで終わりというね、そんな問題です。これもうね、あの95条の、まあ、答案構成として、まあ、もう少し書きたい方は、あの、その認識と真実、何かってね、一応答案でメモで残しておくというのは、まあ、いいかなと思いますけども、まあ、書けそうだと思う方はもうここね、書かなくて、ね、答案構成で終わり。あとはもう論文の時に、2号の要件、重要性、
2項の当てはめというね、そういう意識で順々に書いていただいたら OK ですのでね、答案構成は、書けそうだと思ったらもう省略、とことん省略ね、それしてもらっても構いませんのでね、自分がもうここは書けるわというところはどんどんね、適宜短くね、してもらったらいいと思います。はい。さあ、8問目、ちょっとだけいきましょうか。はい、第8問です。はい、休止の12年。はい、AB 間、AD 間の法律関係ということで、2つですね、で、法律関係と書いてあるときには、一応、請求とか反論が1個とは限らないと思ってください。ね、AB 間、AD 間だったらね、請求、反論、複数の可能性があると、まあ、いうふうに思っておくといいと思います。複数の可能性があるというね、その意識をちょっと持っておいてください。ね、法律関係。まあ、ここはもう入門でもちょっと言ってるところでありますけれどもね、法律関係複数の可能性ですね。はい、反論が複数の可能性もあります。はい、さあ上からいきましょうか。A は画商 B から、有名な画家の署名入り絵画を代金2000万で買い受け。いい値段ですね。でも有名な画家の絵画であればそんな桁でいいのかとかね、もう一桁上じゃないのかとかね、いきませんでもないですけれども、まあ、2000万で買い受けて、で代金払って引き渡し受けてますんで、履行は済んでる、済みと書いておきます。で、両者ともに新作と思っていて、で新作であれば適正な価格というね、そういう感じではあります。でその後ですけれども、自宅改造のために画廊を経営する D に対して、1日1万円で帰宅したんですよね、保管依頼で50万前払いと、こういう感じでしょうか。はい、ところが偽物だったというね、そういう感じです。はい、でその後100万円程度の価値しかない、引き取りと絵画の返還を求めて交渉しちゃったところ、まあ、こういう時に起こるんですな。20日後消失と。はい、ここ民法の問題ではよく火が出ます。でそういった火が出るときにね、ちょっと気をつけなきゃいけないところなんですけどね、放火か失火かっていうところはちゃんと見ておいてください。放火やったら故意ね。で、失火やったら過失ですよね。で、放火でも失火でもなさそうであれば、これはね、奇跡性がないというふうに思ってください。今回問題文だと、林家からの出火による炎症やか、これはちょっと失火とも言えなさそうなんでね。なので、この、放火での、放火じゃない、火が出て滅失したっていうのは、まあ、D には責任なしと、こう思ってください。いいでしょうか。D には責任なしと、まあ、いうふうに判断するといいと思います。はい。で、この時に AB 間、AD 間というね、この法律関係考えましょうということですが、はい。まあ、こういう感じで、まずは AB 間ですよね。もうすでに代金返せという話からね、問題文上がってますんで、まあ、そこから入ってもらったら結構でしょう。はい。代金返還請求ですね。理由としては、錯誤取り消しを理由として返還請求すると考えられると。あとは文言に当てはめるというところで、認識と真実とちゃんと書けるかどうかですね。基礎として上の認識、新作だと思ってたと。ところが実際には偽物だったので、認識、真実に反する錯誤があると。で、かつ重要、ね、当然、こんだけの金額ですのでね、錯誤を知ってればこんな契約しなかっただろうということは一般人にとってもそうだろうと言えると。あとは表示内容化されてますよね。新作だから2000万というね、そういう代金で相当額とされているので、動機が表示されかつ意思表示の内容になっていたと言えるということで、まあ、ここ当てはめはもう書きませんけどね、当てはめは書けませんけども、大体自分でその当てはめがイメージできる方はもうね、特にメモ入れなくていいと思います。で、ちょっと当てはめややこしいな、やばそうだなと思ったら、ここ当てはめの中身をね、この下に書いてもらったらいいだろうというふうに思いますね。はい、もうここ問題も上がってるんで、ここもね、錯誤の取り消しだろうというのはね、まずは気づいてください。はい、で、その主張に対して B からの反論。絵の返還が不可になってますよね。滅失してるんで。
化学賠償、はい、これによる、まあ、相殺、これを主張したいというところになるでしょうか。はい、お金同士なんで相殺でもいいですけども、同時履行でも結構です。同時履行の主張でも結構です。相殺でも構いません。化学賠償の請求権との相殺を主張したいと考えられると。で、現状回復が不可能になったのであれば、これは金銭賠償に変わると。まあ、いうふうにね、自然とさっとも書いてもらったら結構ですが、問題今回金額です。偽物だったとしたら価格は100万。ですのでね、あくまでも控除できるのは100万だけ。というね、そういう結論になってきます。はい、への変換無理だよ、ね、履行不能になってるよ、けれどもその場合でも価格賠償の変換請求権に変わる、で、これは金銭同士なので相殺に供すことができる505で、よって100万円の変換請求権について相殺して差額、要は1900万は OK と、そういう結論にね、していただいたらいいんじゃないかと思います。はい、ということでここの問題についてはまあまずは最低限ここまで考えられたら結構です。で、今回も錯誤取り消しができるんでね、契約不適合を、まあ問題文の回答例では書いてありますけれどもね、おそらくここ思いつかないっていうかね、時間ないので省略中ね、そうなることも多いかなと思います。どっちかというと、ここ、錯誤取り消しの、まあ主張する、というふうに当事者の主張ですね。当事者の主張として自然なのは錯誤の方がね、自然だと思うんでね。契約不適合というのは若干ちょっと技巧的なね、方法であるので、まあ、加点字にはなると思うので、書けそうだったら書いてもらったら結構です。ね、予定した性質を書いているということでね、契約不適合という、まあそういう主張ももちろんあり得るんですけれども、今回のところはまあ自然な主張としてはこっちが自然かなということで、まあ加点字としてプラスアルファ書けそうであれば、はい、加点10ですね、564契約不適合を理由とする解除を、まあ、構成してもらっても結構かと思います。はい、あとちょっとプラスアルファの加点10に関してお話していきます。今回わざわざ問題文でね、 A、B は絵画を新作と思っておりて両者ともって書いてあるんですね。でこれ何っていうと共通錯誤を言っておりまして、共通錯誤の点も言及したらいいと思います。どこで言及できるかっていうと、ここですよね。錯誤取り消しの要件の中で、とりあえず1個の要件を満たす、2個の要件を満たすと。で、なお、本件では共通錯誤であるので、95条3項の 2号ですよね。重過失あったとしても、取り消しかと。こういう感じで、加点、自由ポイントを入れていただいたらいいと思います。共通錯誤というのは問題文の事実に入ってるんで、その事実をまあ条文に構成するとこうなるよっていうね、共通錯誤であるので重過失があったとしても取り消し可能であると、こういうね一言入れとくとまあプラス何点かね入ってくるんじゃないかなという感じがします。さあ、そういうことで AB 間以上でいいかなというところでしょうか。まあ、今回のところ反論実は複数考えたことになってますんでね。A の返還請求したいところだけど無理だから価格賠償でと。ね。こういう感じで、まあ一応反論複数考えたという形にはなってますんでね。一応それでまあ問いの 1AB 間は大丈夫かなと思います。さあ今度 AD 間ですね。何があるということで、まあ A が D に対して何を請求するかですけども、満額返せって言うだろうかっていうところが、まあ、そもそもね、20日間は預かってもらったんでしょということを考えると、やっぱ普通に考えると30万の返還請求になると思うんですよね。じゃあその理由としては何だろうと、どこでそこの理由の説明がちょっとだけ難しいところですね。これ返還請求するときには契約の解消がいるんですね。で、ここも解消の方法は、まあ、今日の、皆さんの、問題論文の解き方集の中にも一応入れときましたけれども、契約の解消っていうのは取り消しか
無効か解除かっていう話になるんですよ。で、本件では AD 間の帰宅契約をなんか取り消し事由ある？ AD 間無効事由ある？取り消しってなるとこれは民法相続のお話になってきますね。能力か意思表示かっていうそんな話ですが、 AD 間の帰宅契約の中に意思表示に関するものがあるかな、ちょっとクエスチョンマークから無効事由、公序良俗とかあるかな、ないなとなると、まあ、解除を選択せざるを得ないと思うんですね、これね。解除で何を理由とする解除あるかいうと、では契約上保管義務負ってますよね。物がなくなれば保管義務もなくなりますわね。履行不能になりますわね。ということで、履行不能を理由とした解除ですね。以後の履行が不能になったということで解除する。というのがまあ一つの方向性としてあり得るかなとは思います。で、ここは契約の解消理由を考えるというのが一つのこう考えどころでしてね、他もないわけじゃないです。これ賃貸借やったら物の明示でそこで終わりですよね。賃貸借、建物の賃貸借であれば建物明示で賃貸借当然終了というのがあって、こっちを考えてもらっても結構です。賃貸借は途中で滅失したら終了するという条文があるんです。616-2という条文があるんでね、これの類推でいくっていうのもこれはありです。これも契約の終了解消の一つの方法なんでね。なのでこれで一応契約終了だ、だから残り30万返せはい。解除によってのまあ現状回復請求、まあ、こっちの方はまあ説明しやすいんですけどね、解除によってあとは現状回復請求ですね。根拠条文としてはね、616-2で行った時にじゃあ何で返還請求、不当利得 121-2 どれで行くってのはちょっとよくわからんね、感じはなってくるんですけれども、まあ、616-2で以後終了、以後終了ね。この場合はなかなか難しいですね。以後の契約は訴求的になかったことになる、まあ、それでその以後の契約はなかったことになる。ちょっとこれ根拠条文の探し出しが難しくなるんでね、616-2でいくとちょっとこっちはどうしようっていうね、ごまかしをしなきゃいかん可能性がね、出てくるかと思います。これもうどっちか書いてもらったら大丈夫です。とりあえず30万の返還請求ね、これを何度か法律に乗っけて説明するというね、そういう作業がまあできたら OK かなとは思いますけれども、はい、なかなかこれ大変な問題です。で、そこの説明がちょっと大変というね、そんなところかなとは思います。はい。一応最低限としてはこの辺です。で、ここからまたどんどんプラスアルファで、ね、やっていきたいと思いますけれども。その他の方法何かあるかっちゅうね、ところではありますけれども、AB 間の、話、他何があるか、今回の場合は契約上の、代金の返還請求とね、そこで終わってますけれども、ここに関して何か他に損害賠償とかがあるんであれば請求したいというね、あるかもしれませんが、まあ思いつかなかったら仕方がないかなというね、そういう感じですので、まあ一応、今回括弧の50万払ってるんでね、 A からするとこれ取り戻せなかった部分っていうのは A にとっては損害になるので、まあ損害賠償も考えたという方はそれはそれで否定はしませんね。あり得る。 A からすると要は払った50万のうち20万は少なくとも返ってこないわけでね。で、仮にこれ本物だったら、じゃあ偽物だと最初から分かってればなかった損害なんでね、そういう意味でまあ損害賠償請求したいと考えれますけれども、ちょっと損害が、ね、あったとしてもなんか、過失を認定するというのがね、ちょっと難しそうな気もせんでもないので、ちょっとまあここは
損害賠償でやるとしたら多分不法行為になるのかなという、ね、感じがしますが、ちょっと不法行為も認定しにくい、ね、ところなので、まあ、損害賠償は、ね、考えなかったよという方は別に置いといてください、ね、これは無理にとは言いませんので、ね、ここはまあ気づいたら、まあ、書けそうだったら書いたらという、ね、その程度の内容です。はい、なところでしょうか。はい、回答例もよく頑張ったねというね、感じです。契約不適合も全部入れてね、そんなところでありますが、ちょっと AD 間の最後の法律関係ね、33ページのところにちょっとだけコメントを入れとこうかと思いますが、33ページの最後のところですね、ここは実は全額返せとした上で、で他方でいや20万は残るよねっていう、そういう説明をしてるんですよね。で、そういう風な感じになるのかなっていうのはね、ちょっと何とも言えません。要は、今回何が言いたいかというと、この、主張は、契約自体が訴求的に解除でなくなる。だから50万全額返せと言えると。けれども、20日分は仕事したから、その分報酬請求があるから返さなくていいという、まあ、こんな感じの説明してるんですね。でも、これは要は、解除の範囲を将来にすれば、同じ説明つくんでね、訴求的に解除で全部消えたと説明するからこういうややこしくなるんで、もう20日分履行終わってるんで解除することはできない。解除できるとしたら将来に限ってだと。で、そうすると、要は30万の返還請求だけが残ると。こういう説明ができると思うんですね。からまあ、ここはまあ、どういう構成も、どっちもありっちゃありではありますけども、仕事した分まで取り戻すってね、えげつないですよね。20日分ちゃんと仕事してもらってるので、その分まで取り戻すってね、ちょっと待ってよって感じになってくるんで、ちょっとそこは、えげつねえなっていうね、請求として、ちょっとそこはまあ僕自身としたら30万に留めとこうかなっていうね、そんな感じでね、考えたいところではあります。まあここはもうね、方向性の問題というか、まあちょっと、なんていうかな、落ち着きどころとしては結局30にするんだったらね、無理にこんなことせんでも、終わった分は解除できないというね、そういうふうにした方が自然な感じかなと。ね、解除将来行だと。これ実は帰宅契約の解除については、将来行を順用する条文がなくなってましてね、ただまあ一応将来行だろうと思いません。賃貸借も一応ね、その過去の分ね、消すなら難しいでね、同じように帰宅契約も途中まで預かってた分過去の分なかったことにちょっとそれはないだろうという感じで、ここ賃貸借もね、帰宅もまあ似たような感じでして、途中でね、終わったんだったら、まあ、そのね、仕事した分の報酬までね、一平化するというね、それはちょっとさすがないんじゃないかなというね、感じがしますね。はい。将来項の条文確かにないんですけどもね、620類推適用とか書いてもらっても全然結構なんでね、620賃貸借の将来項ですね、将来解除の効力、これをも順用するというね、そういう発想もあっていいと思います。はい。さあ、最後というかね、9問目、また一つ橋の問題ですね、そっちちょっと入っていきましょうか。はい、問題文が長そうなんで上から行きましょうか。第2段落が意外に長いんでね、とりあえず第1段落の上から行きますが、はい、A は B に対して、近くに駅ができる、値上がりするだろう、などと虚偽の事実を述べて、1000万で売ったと。で、その後、B は C に賃貸に出しています。月10万。はい。で、賃借権の対抗要件はないというね、土地の賃貸ですのでね、土地の賃貸対抗要件そのようとすると多分建物を建てて登記をするしかないんでしょうけどもね、ちょっとそこは対抗要件ないぞということで、対抗要件なし。で、かつ AB 間の詐欺については全員無過失。はい、全無と書いておきます。で、その後 B、詐欺に気づいて取り消す意思表示をしたと。で、A、B、C の法律関係について論じなさい。というね、ちょっとかなり包括的な問いになっております。A、B、C の問い、ね、どっから書くかは自由です。どっから書くかは自由ですけれども、契約あるとこ書いた方が書きやすいと思いますんでね、契約ある AB 間からまあ書いてみようかっていうね、そういう感じするのがまあ多分ね、自然なところかなとは思います。はい、とりあえずまあ AB 間ですね、どんな感じになるのかっていうと、A が B にじゃないな。騙されたのは B だからね。すいません。丸さん、こっちですね、取り消しね。騙されたのは B だから、B が取り消して、物を言うでしょうね。
またこれかっていう感じですね。もうこの番号、条文番号覚えたでしょうっていうね、感じになると思いますが、代金返還請求ですね。詐欺取り消し。これを理由に、代金返還請求ですね。これをすることが考えられると。で、これに対して B は、A はですよね、土地の返還との同時履行かな。土地の返還との同時移行、これは A としては出してくるでしょう。金返せだったら物返せと、まあ、こうなるはずなんでね、金返せだったら物返せで土地の返還との同時履行を言ってくると思いますが、実はここに隠れた解釈がありえますね。詐欺師が言うかっちゅう ね、その話ですね。詐欺師にこの同時履行の公弁権認めますかっちゅうね、そういうふうな解釈論がありまして、まあ、ここはちょっと気づけたら OK です。同時履行と同じ機能を果たす留置権には悪意の不法行為者には留置権否定する条文があると、これを類推してっていうね、そういう話で、まあ、同時履行の公弁権を否定するというね、そういう話もまああり得るかとは思います。はい、ただまあ一応少なくとも同時履行の公弁までは入れておいてください、ね、同時履行の公弁までは入れておいてください。はい、とりあえず代金返せで土地返せという話になりますけども、 AB 間実は隠れたものがありまして、ここですよね。10万の賃料あんたもらってたんだろっていうことで、10万円の賃料の返還請求ですね。今度 A から B に対して不当利得返還請求、あんた利得してたでしょと。これが出てきます。これを認めるかどうかですね。まあ B からは利息の返還請求にするか、あるいは全員占有者ということで189条で過失収集権認めてね、10万円の返還請求は認めないというふうにするか、まあどっちか言及してもらったらそれでいいと思います。でこの過失の返還請求に関しては703-189という主張反論、これ典型パターンとして、ね、ありまして、今年の司法試験でも出たばっかりです実はね、そんな感じで703の不当利得に対して過失の返還請求189ですね、全員占有者として返還拒むというね、こういったまあ主張反論は典型的な組み合わせ、まあ、今回それで書いてもらっても全然結構です。はい、私はこっちで書くかなという、ね、感じがします。じゃあ次 AB 間終わりました。BC 間先に言ってもいいんですけれども、実は AC 間の影響を受けるところもありまして、まあ、AC 間、はい、詐欺取り消しになったんであればということで、おそらくですが所有権に基づく返還請求ですね、これがありえます。売ったんだけども取り消されて戻ってきましたは所有権というね、そういうことで所有権も基づく返還請求ですね、これをすることが考えられます。はい、これに対する C の反論はというと、まあ、これはもちろん詐欺取り消しの前に賃貸借で借りてますんで96条3項で OK です。96条3項全員無価値の第三者だ、だから返さないで96条3項登記の要否、対抗要件の要否っていうね、そういう解釈論がちょっとあったよというところで、まあ対抗要件不要でしたよね、ここね、対抗要件なくてもよかったよと。対抗要件とか権利保護要件ですね。はい、対抗要件とか権利保護要件不要というね、そこはちょっとまあ追加の解釈論として書いておくとなおいいかなという気がします。
となると返せと言えなければ今度は次どんな請求 C が使い続けるということになるわけでね。となれば金ですよね。ここはやっぱ物件的請求、債権的請求というその幅広い視点ね、訴訟物は物件債権両方ある。物の返還無理だったら金でということで賃料請求ですね。賃料請求 L とだけ書いておきます。で、賃貸人になるかどうかです。 A がここの説明だけはちょっと今回ついでに覚えておかないとしゃあないですけどもね。賃貸人の地位が移転するというそういう説明しておいてください。いいですかね。BC 間の賃貸借契約だったんですけども下げ取り消しによってまあ譲渡と同視されるということで、まあね、賃貸人の地位が移転する、まあ、あの今回ね、不動産の譲渡ではないので B から A のね譲渡じゃないので直接的は無理ですけれども、動産賃借人のその動産不動産賃借人か、その占有権を守る必要があるという点では同じなので、605の2の1項類推というので賃料の請求が可能となるというふうにねちょっと取得といいと思います。という結果BC 間賃貸借は以上で終了ということになります。いいですかね。BC 間残るのは賃貸借だけですけども、まあ、賃貸借関係は A が引き継ぐんで、BC 間の賃貸借契約はなくなるというね、そういう形でまあ終わりかなということになります。はい。まあ、AB 間と AC 間ですね。そこだけまあね、メインで書いてもらったら一応良かったよというね、そういうところになりますが、はい。どちらにせよ、まあ一応複数あり得たというところで、ちょっと今回の問題で、視点として持っておきたいのは、物か金か。こんな感じね。物と金。両方請求。こっちもそうですね。まあ、こっちも金請求ですけども、これ A から見たら、物返せですね。物返せ、さらに金もちょうだい。こういう感じになってます。被告の反論でもこれ物返せ、金返せというね、主張が出てきてますんでね。だからやっぱこう、民法の問題検討ではね、やっぱ物返せ、金返せの関係がね、非常に多くなるんでね。基本的にはやっぱりもう物返せ、金返せとちゃんと広くね、検討できるという状態にしておくのが望ましいかなというふうには思います。はい。9問目、そんなところで終わりにしておきましょうか。はい。ここのところ、まあ、605の2の類推も一応書いておりますし、そんなところかな。で、最後の使用利益のところかな。ここはいいんか。まあいいです。とりあえず、まあ、AC 間、AB 間ね、両方とも一応欠けてるかなというふうに思いますので、いいんですが、AB 間最後37ページね、37ページの下の方で2のところですけどもね、賃料を変えさせる。で、その代わり、代金についての利息も変換する必要があるというね、そういうふうにしておりますけれども、条文が1個も書いてないでしょ、ここね。条文番号が。条文番号が書いてないというのはね、ちょっと法律論としてはね、なくて、要は条文の説明ができなかったということで、多分まあ、使用利益、賃料の返還請求ね、これ703になると思います。賃料の返還請求ね、703になると思います。で、まあ、全部返還するべしって書いてますけども、まあ、僕だったらこの善意占有者に当たるので、賃料の返還は不要と考える18910というね、そういうふうにまあしてしまった方が綺麗かなという気はしますね。2番のところ、まあ、条文が全くちょっと使われてないので法律論文としてはいかがなもんかというね、そういう感じになってくるんで、そこは条文化するとしたら703は最低限入れておいてください、ね。703は最低限入れておくという方にしておいた方がいいかなと思います。さあそんなところで、詐欺取り消しに絡んで賃貸人の地位の移転、これを考えるという、まあ、民法あちこち行って飛んでね、ああ、そんな感じの大変な問題でありますが、まあ、あらかじめ皆さんにお断りしておきます。民法相続と物件は難しいですからね。はっきり言って民法相続と物件が一番民法の中で難しいところなんでね。なぜ難しいというと、民法のあらゆるところの知識を総動員しなきゃいけないんでね。なので難しいです。債権法は債権法のところだけのお話になるんで、比較的まだやりやすくなるんですけれども、ここ、物件と相続は、おそらくですけれどもね、民法の中でも特に難しい領域なんで、まあ、最初の方はできなくて当然と思ってください。むしろ今の時点でかなりできているわっていうのは、アドバンテージ持ってるというぐらい思っていただいて結構なぐらいですよね。ここ、相続と物件っていうのは本当に難しい領域なんだというふうに思ってください。そういう意味ではね、ある程度もここまででもね、ある程度ついてこれてるやと思っている方は非常にそれはそれでアドバンテージだというふうに思っていただいてね、どんどん前向きに取り組んでいただいたらいいかなというふうに思います。はい、10問目も同様に行きましょう。はい、10問目。
い、問いが下に書いてあります。なので、まあ、そこから見たらいいですね。4行なんでこっちから見ましょうか。代金支払い時期過ぎても C が払ってくれないので、詐欺を理由に取り消すか、債務不履行を理由に解除することを考えている。で、それぞれの場合について、取り消し後、解除後の法律関係と。来たという感じですね、これね。なんとなく取り消し後の第三者、解除後の第三者っぽいお話だということで、典型的な解釈論じゃないかなというふうに思うかもしれませんが、はい、ここのところですね、AD 間の法律関係ですので、請求反論の中でちゃんと落とし込み。これをするようにしておいてください。はい。請求反論の中にね、ちゃんと落とし込みをするというところがポイントになるでしょう。はい。さあ、今度は A が、機械です。はい、機械を持ってまして、で、売ろうとしていたんだけども、B から C、金あると。こういうふうに言ったんですね。視力あるから問題ないよ。というふうに受けたので、売ったと。けど、いくら支払いに安心だからといって、先に引き渡しだけ済ませる、そんな人のいい人おるかっていう感じでね、金と同時だろうって感じがせんでもないですけども、なぜか知らんけど、引き渡しのみ済みと。はい、こんな状態ですね。代金未了と。で、実は視力がなく B も知っていたということで、まあ、これは詐欺なんだねと。しかも第三者による詐欺だけれども、相手が知ってるよということになりますので、まあ96条の2項ですかね。まあ当然のことながら取り消しできるという、そんな状態にはなります。はい。で、その後 C は何をしたかっていうと、D に貸してると。さっきの問題とよく似てますが、動産であるというところがさっきとの違いですね。はい、現状ここが占有しています。ということは、A が D に何を請求する？返還請求ですね。まずは、物ということで、A が D に対して、所有権に基づく返還請求、そこをしていくだろうと、こう思ってください。で、A 所有というために、AC 売買、詐欺取り消しで戻ってきたと。これ詐欺取り消しのパターンですよね。解除であれば催告解除になるかなと思いますが、はい、これで A 所有という主張を完成させるということになるでしょうか。で、占有はどちらも大丈夫ですね。はい。で、その後。D からの反論ですけれども。はい。今回の D さんは、取り消し後ですか？違いますね。取り消し前ですね。取り消し前の第三者だなというところに気づいてください。はい。なので、1に対しては、取り消し前の第三者という反論をするでしょうし、丸2については545条の第三者に当たるという反論をしてくるでしょう。こうなるでしょうね。で、それぞれ取り消し。第三者について取り消し前の第三者に限る、解除前の第三者に限るというふうな説明と、ね、説明をしていくという感じになります。で、ここのところ、96条の問題として、不動産やったら登記の要否の話があって、登記不要にしたんですね。動産の場合どうするという話でね。当然、登記に代わって引き渡しの要否という形で書いていただいたらいいです。で、96条論としてはその引き渡し、ね、なくても対抗要件なくても、ね、そこは第三者として保護されうるというふうになるでしょう。解除のところが難儀です。動産賃貸借対抗要件はありませんので、動産賃貸借
これも同じように引き渡しの要否で545条論のところは第三者に不動産やったら登記を要求するという立場を一応お勧めしたような入門では、ね気がします、ね権利保護要件としての登記という ねそんな言い方をして権利保護要件登記を不動産には要求した。動産についても権利保護要件としての登記引き渡しですよね、こちらが必要になると。ただまあ本件ではあるんでね、で現実に占有してるんで、なので、まあ、そこは心配いらないんですけどもね、とりあえず引き渡し、ね動産保護権利保護要件としての引き渡し、まあ、これは必要と考える。で本件で一応ではそれを備えているので、まあ、問題なしと、まあ、いうふうにね、していただいたらいいかなとは思います。はい、ということで返せに対しては両方とも反論食らいますんで、どうしましょう。金の話になるでしょうね。どちらにしろさっきと一緒です。賃貸人の地位の移転ということで605-2(1)類推。605-2(1)は不動産の譲渡と書いててね、今回は動産の売買取り消しということで、まあ、二重の意味で類推になりますけれども、まあ、不動産の売買に限らず、ね、賃借人の、まあ、一応占有権限保護してあげようという観点から605-2(1)類推適用ですね、これをしていただいたらいいかなというふうに思います。はい、ということで賃貸人の地位がそのまま承継されるというね、そういうことになるかと思います。はい、ということで、まあ、あともう少し正確に書くとしたら、まあ、場合分けですね。この D が善意無価値であれば、この請求できる。ね、この反論ができる。ね、545の方は別に善悪に問わないので、545条で来た時にはね、とりあえず解除前の第三者として主張が可能となると、まあ、いうことになるでしょう。まあ、そういう意味では、A としたら先取り消しした方がね、まだ返してもらえる可能性があるということになりますけれども、まあ、詐欺は立証が大変なんでね、詐欺の立証ってね、言った言わないになってきて、なかなか証明が難しいというところもあり、まあどっちでいくかは当事者の選択に任せるというね、そういうことになるのかと思われます。はい、問いの10以上でおしまいにしときましょうか。はい、まあ、回答例、まあ、3ページにね、とどまってます。まあ、これぐらいで十分だろうと思いますんで、この回答例ね、そのまま使っていただいていいんじゃないかとは思います。はい、どんどんと行きましょうかね。残り2問ほどで終わりかな。12万までね、行ったら終わりかなって感じになるでしょうか。はい、11。これ、いやらしい問題です。問いの11。B と CD との法律関係について論じなさい。これ何を聞いてるかっていうと、 B と CD とのって書いてますね。 BC 間 BD 間の意味です。はい、ということで BC 間 BD 間でどんな請求反論がありますかというね、こういう問いだと思ってください。はい、さあその事実関係ですけれども、 A が土地の所有者 B、 これを脅迫したと。いきなりかなり激しい話から入りますが、脅迫しで委任契約を締結させ、はい、売買委任ですね。で、B の代理人。ということで、売ったと。で、駐車場として利用させるために、賃貸。で賃料に変えて舗装工事と。はい、賃料に変えて舗装と。でその後に B が脅迫を理由に取り消したと。でこの場合における BCD の法律関係について説明しなさい。
というね、そんな問いになっています。まあ、ちょっとカビの生えた問題ではあります。平成3年、30年前のね、問題でありまして、若干ちょっとカビの生えた問題になりますが、はい、まあ、この委任契約を取り消したということで、まあ、基本的に代理権が消滅したと思っていただいたら結構ですんでね、そこは代理権も一緒になって消えたんだという前提で考えていきましょう。はい。さあ、まずは BC 間、BD 間ですけれども、はい、BC 間ではどんな請求があるでしょう。ということですが、それは所有権に基づいて返還請求、これなるでしょうね。はい。で、ちょっとここで C は占有してないのにと思わないでください。 C は D に貸してるイコール間接占有持ってますんで、間接占有でも被告って企画ありますからね、間接占有でも返還請求の相手になり得ます。からまあ一応所有権に基づく返還請求、これはあり得ます。はい。で、一応請求としては B もともと所有していたよ、で C 占有してるよねということで請求してきて、で C の反論、はい、C の反論としてはここですよね、代理人と契約したんだからということで所有権喪失を言ってくるでしょうか。はい、代理人B 代理人 A との間での法律行為を締結し、その際 A は兼名しているので有権代理として AC 間の売買契約は B に帰属すると、これで所有権喪失ですね。はい、完成しそうですが、はい、5の取り消しですね、委任の取り消し、取り消し訴求効ですから、遡って無権代理ということになります。これ入門のテキストでは109条の受験表示が委任取り消しでどうなるかみたいな、そんなところとね書いてあるところになりますんで、まあよかったら入門テキストの109条のねところのね解釈論の一つとして書いてあると思いますんで、よかったらそこをちょっともう一度ね見ていただいたらいいかなと思いますが、はい、遡って無権代理になります。そうなると表権代理を言いたいんですけれども、はい、どちらも無理ですね。委任状放置したとかいう事情がなければ無理です。今回でも委任契約、委任状を使って契約したっていうのがあるからね、委任状放置の事情は特にないので109条使えないですね。112条、代理権かつて有効に与えられたことが必要だったわけで、取り消しの場合にはこれは使えないということで、ここのお話は今言いましたが109条のところの解釈論としてね、筋道がありますので、そこを一度もう一度復習いただくといいかなとは思います。はい。ということで、まあ所有権基づく返還請求ですね、これできるという結論にこれなっていきます。いいですかね。所有権基づく返還請求、で、物だけじゃないですね。今回ね、金貸してますんでね、賃料相当額の請求、やっぱりここもプラス賃料相当額の請求ですね、これはあり得るとは思います。ですが、まあ、全員占有者だっただろうと思われますのでね、利得の返還は不要だよということになるかなと思われます。はい、ちょっとここ気持ち悪いですけどね、C は賃料、実際にはもらってませんけれども、舗装工事代わりにさせてるんで、要は舗装工事の代金の支払いを免れてるんですね。そういう意味で利得があるといえば利得があると。実質賃料受け取ったのと同じですよね。賃料の受け取りに変えて舗装工事してもらったんだから、実質舗装工事相当額の賃料を受け取ったのと同じという感じになります。いいですかね。賃料に変えて舗装工事ということは
本来やったら舗装工事費用の負担しないかんところをそこを免れたという意味で利得があるというふうに思ってください、まあ、その分の利得の返還請求と思ってください。はい、でもここは善意だった場合には善意戦車としての過失収取権があるので返還不要となるということでいいと思います。はい、じゃあ BD 間何があるかな。同じですね。所有権に基づき、はい、 D さんにはこれただ返してもらうだけでいいかどうかです。 D さんが工事してアスファルトでガタガタ固めてしまってるんですよね。 B からすると言えるかどうかは別としても、アスファルトの撤去と返還の2つを言わなきゃいかんのちゃうかなと。あ、B さんか。ね、B さん元々の所有者。これアスファルトがそのままコンクリート固まってたらね、上に建物建てるにもめちゃくちゃ困るんでね、そのさらちでね、その地面の土であればまだね、建てやすいですけれども、コンクリになってるとなると、ちょっとすぐには建物を建てられない状態になりますんでね。やっぱまあ A とし、B としたら、これ妨害排除請求ですね。所有権も除く妨害排除としてのアスファルト撤去請求と、物自身の返還。というダブルの請求をちょっと考えたいところになります。ですがアスファルトとして土地にビチッとくっついてるわけですよね。これ符号と言いますわね。土地の所有権に一体化しますわね。符号242ってことは D 妨害じゃなくなってるんですよね。アスファルト誰のもので B のものになっちゃってるんでね、符号しちゃいますんで土地にくっついたというね、そういう時にはちょっとここの符号を検討しなきゃいけなくなりますが、物と物がくっついたという時ね、符号があり得ます。今回は D 妨害のところで、あら D 妨害の事実じゃなくなっちゃってるっていうね、そういうことでここはちょっとアスファルト撤去は無理ですけども、返還請求はこれあり得ると思ってくださいね、土地の返還請求です。はい、で返せに対して D は何も言わないでそのままいいダクダクと返すでしょうか。物件的請求への反論思いつかなくてもとりあえず引き出しから考えましょうか。占有権限、所有権喪失、対抗要件、留置権。所有権喪失は無理かな。占有権限どうかなというところではありますけれども、 CD 間では賃貸借しても他人物ですね。これじゃね、他人物ですね。だから賃借権を取得することはないぞと、こう思ってください。で今回の場合 D が何を信じて取引したかというところが明確に書いてないのでね、そういう意味でちょっとそこは思いつきにくいと思います。まあここは場合分けみたいな形で、D が C 登記を信用して借り受けたのであれば94条2項類推で賃借権取得というね、こういう筋道はあり得るとは思います。はい、ということで、まあ、94条2項類推論ね、虚偽の外観、氏名義の登記で奇跡性 B、脅迫されてるんで奇跡性がどうかなというところでありますね、奇跡性が微妙だなという感じで奇跡性のところで切って94条2項類推ないなというふうに書くのはこれありかなと思います。はい、したがって94条2の類推はしないとなると最後他の公弁はということで、実はこれです。
メインは実はこっちです。はい、Dとしてはどんな非担保債権あるでしょうというと、物返すときに占有者は必要費とか有益費の償還請求権がありますんでね、必要費有益費の償還請求権を理由とする留置権、あるいは今回くっつけてるんで符号の賞金請求、こちらでの留置権はあり得るかなとは思います。はい、ということで、まあ、ここは実は留置権が可能だという結論になってきますね。ただまあ、ここのどちらにせよ実は利得これがあるかどうかというところは実は本当は考えたら悩ましいところになります。今回まあ仮に196でいくと必要費にはならないと思うので、有益費ですね、ごめんなさい、有益費ね、196で言った時には本当に有益な費用に当たるかです。アスファルトで固める費用が、賞金請求と言った時にはこの、ね、アスファルトで固めたことで B が利益を得たと言えるかどうかです。土地の利用としてはめちゃくちゃ阻害されるんでね、土地の利用としては全くこのアスファルトで固められたらどうしようもない、使い道がなくなるんで、本当に有益か本当に利得あるかというところで実はここが悩めるところでね、ここ悩んでたら素晴らしい答案という感じになると思います。B の立場で立って考えてください。アスファルト舗装と邪魔してくれんなと思ってるでしょうからね。なので、有益費なの本当に、利得なの本当にというね、そこのところで悩みを見せたら、さらにここは超スーパー素晴らしい答案と、ね、これは可能であればですね。はい、当事者の立場であれば主張としては出てくるね、感じですので、有益費に本当に当たるの？利得、本当にあるの？はい、まあ、このあたり一応考えられていれば一応の、ね、OK なところです、ね、一応留置権の方がメインかなというね、そういう感じを持っててもらえるといいと思います。はい、そんなところかな。12番、ちょっとだけいこうかな。12番までいっちゃいましょうか。はい、12、はい、12までいってもうおしまいにしましょうか。はい、問いの12番、エディカの法律関係ということで、まあ、A と D だけですね、そんな感じです。で、A が B からお金を借りるに際して所有地に抵当権設定することとし、で、登記を委託する趣旨で印鑑証明などを預けたと。ということで、まあ、正式には登記の代理権を授与したと。こう見たらいいですかね。ところが B がギャンブル資金にしようということで代理人として売っちゃったと。で、登記もした。ギャンブルに使おうなので、ここはまあ気づきますね。代理権悪用したということで代理権乱用の話だろうということには、これは気づきやすい。自分のために代理権使ったと、まあ、いうことで代理権乱用的な主張をね、これも考えやすいところであります。はい、でその後 C から D にも売却がされたが、登記は C のもとで占有は A と。はい、こうなっておりますんで、まあ請求としてはこうでしょうね。所有権基づく返還請求、これを考えていただいたらいいんじゃないでしょうか。
はい、所有権基づく明け渡し請求訴訟ですね、そこをまあ検討するということになります。はい、所有権基づく明け渡し請求訴訟で、さあ、デー所有というためにはどうなっておく必要があるかですね。デー所有、もともと A の土地ですよね。BC 売買、CD 売買で D の所有というふうに言っていきたいところです。で、BC 売買のところは代理人がついてますんで、まずは有権代理で行くと考えたところですが、この主張は無理ですね。売却代理権はなかったよと。ということで次に考えるのが表権代理で、ここはいわゆる広報上の代理権という典型的な解釈論が待っていますと。で、基本権限、権限外行為で C が善意無価値であればということになるでしょうね、正当事由あればですね。まあ、本件では基本的にはありそうな感じはしますけどね、印鑑証明、実印、権利証を示しているんで、不審、一応資格帳票と言われます。で、とりあえず実印とか印鑑証明という代理人資格を示す書類、これがありますんで、その意味で C は代理権信じたとしてもやむを得ない。基本的には正当事由ありというね、推定が働くのかなというところにはなりますけども、もちろん、C の主観的な対応によっては悪意というね、認定されることもあるかもしれません。はい、ということで、まあ、CD 売買のと、あ、BC のところですね、表権代理を主張すると。で、C、正当事由、なければ、BC 売買で C が所有というのはなくなるんで、そうすると D はどうやって所有権取得、登記を信じてるよね、登記が C のところにあってそれで買ってるから94条2項類推の話がまたやってくると。今日何度出てきたでしょうね、この94条2項類の話ね。まあ何度も何度もまあやっていくうちに、ああ、こういうところで出てくるんだなっていうね、そういう感じを掴んでいただけるといいかなとは思いますけれども、登記を信じたというね、そこに着目できるかどうかです。登記を信じて取引してるな。ただ今回のところは C 名義の登記ですね、ありますけれども、A の記載性は間接的なので、110類推という形になってくるかと思います。はい、これで主張反論としてはほぼ完成というね、そういう感じになるのかなと思います。はい、ということで、まあ一応ね、回答例としては、まあ第1のところが、次のページありますけれども、48ページ第1、110条の表権代理の主張と書いてますが、要はここは、ね、BC 間での、ね、売買での所有権移転の可否という、ね、そこの話です。まあ、有権代理じゃないよというのを、ね、まあ、入れてますのでそれでいいかなと思いますが、ここ第1はあくまでも BC 間売買についてのお話ね。で、最後の第2のところですね、悪意有価数の時に、まあ、なんとかで所有権取得できないかどうかというね、こういうまあ構成になっています。まあ一応網羅的に書けてるよということで、まあ使っていただいていいね、答案かなとは思います。はい、ということで、まあ当事者の主張ね、まあこの辺はやっぱ難しいところありますけどね、原告所有、被告占有から入っていくというね、こういう流れもね、だんだんね、訓練積めば慣れていくとは思いますんで、で、おそらくですが、まあここの民法相続物件、本当に難しさをね、感じている方が多いと思いますが、2回目、3回目のね、問題検討をぜひやってみてくださいね。それやるだけでも全然伸びが違いますんで、1回目も全く手も足も出なかった、まあそれはそれで、いいね。それはそれでそういうもんだと思っていただいても結構なんで、まあ大事
事なのは2回目3回目と解いていく中で、あ、この辺の問題こうやって考えるんだなっていうのがだんだん馴染んでくるはずなんでね、そこは2回目3回目のチャレンジをね、ぜひぜひ、大事にねしてもらえたらいいかなと思います。はい、ということで次回13問目からというね、形で進めていきたいと思いますが、一応ですね、第1回なので若干ちょっとゆっくりめしたというのもありますので、ちょっとずつペースはね上げる形になると思います。基本、まあ、15問ずつぐらいはね、咲いていくかなぐらいのね感覚で、予習は貯金しとく方がいいですよ、ね、早めにね、どんどん前もって貯金を貯めておいてね、それでどん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 ね、こなしていった方が、まあ、なんていうかな、予習だけでやっぱ時間はかかるところではあると思いますが、あの、時間の余力あるときに貯金を作っとくというね、ここは貯金作っとくと復習に時間回せるってね、そういうことも出てくるんで、そういう意味でね、ちょっと貯金作っとくのね、おすすめではあるかなと思います。はい、ということで、第1回これで終わります。どうもお疲れ様でした。